まあ、ゴールデンカメの時代って。あ、ちょ。はい。待て。え、もう始まりました。ああ、ツイキャスも大丈夫ね。大丈夫ですね。はい、始まってます。だから、すいません、とりあえず、裏方担当、裏方担当、鬼畜さんのあれで、だから一回ちょっとね、テーマを分けて、やり直した方がいいということになって、まあ、とりあえず、だから一応、おととい鬼畜さんと喋ってたのは、結局、物語のドラマの中の、ね、話であったんで、じゃあもうちょっとね、その、要するに、つまり、なんていうか、いわゆる内在批評ですよ。要するに、その、結局、ある物語の中のドラマ剣とかさ、個別キャラクターをドラマの中の世界観に乗っ取って、これはどうなのっていうような話をしていたのが、おとといの、まあ、岸さんとの電話トークだったんであって、で、何どうした線抜き線抜き一つの、今回のあれですね、だから、あれとして、だから、今回の本編にとっておきたかった事柄の一つとしては、やっぱりあれですね、まあやっぱりその今ゴールデンカメ完結してさ、改めて、まあ完結する前からそうだったんだけど、完結して改めてやっぱりいろんなね、批判や、なんやかんや、いろいろ出てるわけですよ。批判のみならず、いろんな批判や、それに対する反批判も出てるわけですよ。いろいろその、読んでた人間たちの中からね、それで結構ネットでいろいろ熱いことになってるというようなことがあるわけですね。その一つとしてはやっぱりその、いわゆるゴールデンカメにおける、アイヌと和人の関係性の取り扱い方の、着地点の問題であるとか、あるいはその、まあ、ゴールデンカムイにおける変態祭りの問題であるとか、問題というか別として、ね、変態祭りであるとか、あるいはゴールデンカムイにおいて、作者が必ず単行本で谷垣の胸毛を書き足しまくってるということのこと、こと、いや、ことが問題だったわけじゃもちろんないんだけど、まあそういったことからまでひっくるめてね、ちょっとその、まあだからその、まあ、一応なんか今タイトルは、だから僕は言ったんだけど、まあ、だからその、なんか、鬼畜さんが戦場的なタイトルの方が人が来ますというので。いやいや、わかりやすいタイトルだった。だから戦場的って意味だろ、それは要するに。いや。内在批評って言ったってわかんないよね。うん。でしょ。で、内在批評、外在批評ってもある種の特殊な専門用語だから、結局特殊な、専門っていうかね、特殊な業界の特殊な日常用語だから、要するに、まあ要するに、例えばゴールデンカムイっていう物語の中で、このね、展開はどうかとか、このキャラクターのね、このキャラクターの着地点がこれであるのはどうかとかって話は、まあ、おととい僕は鬼畜さんと延々してたようなもんなんだけど、ただそれと別にさ、やっぱりゴールデンカムイって基本的に言うと、やっぱりその歴史的な問題、歴史的な事柄をモチーフにしてやってるわけじゃないですか。それの中で、まあ、いろいろ歴史的な事柄をモチーフにしてることの中で、やっぱりその、外の世界に、いろいろ当然波及するわけですよ。いや、波及するのは別に当然だからさ、北海道はゴールデンカムイを応援していまして、しない方がいいんじゃないかとか思いつつもですね、例えばそんなこともあるし、それはやっぱりそのアイヌと和人の関係性のこともあるし、北海道はゴールデンカムイを応援してるんですか。だからスタンプラリーやってるらしいよ。そうなんですか。あの北海道全域のどんだけ過酷なスタンプラリーだって。でもみんなね、別にほら旅順もカラフトもないからね、大丈夫だろって、大丈夫じゃないだろって話なんだけど。いやだ、流氷の上とかも乗ろうぜ。ただそういうことで言えば、だからそういうところの中でやっぱ今ちょっと紛糾してるテーマがあるので、いろいろね、まあ、昔から紛糾してたし、改めて紛糾してるテーマはあるので、そこも含めてちょっとやっぱね、語っていきたいというところの中で、まあ今の要するに社会的な文脈におけるゴールデンカムイの評価のありようみたいなことについての、まあ意見も交わしていければなと思っておりますのでですね。まあそういうことをちょっと改めてやっていこうということで、一回ちょっと仕切り直していうか、要するに YouTube を立て直してやるということですね。YouTube をやるということで、じゃあ、ということで、もう、和田さんって言っていいと思うけど、和田さん、口引きてください。はい。そうですね。まあ、多分、ゴールデンカムイって、あれは、まあ、日露戦争の後の世界の話なんです。まあ、杉本佐一って、メイン主人公が、まあ、戦場で負った心のトラウマであるか、まあ、そういったものを、こう、まあ、特に、彼が、つまり日露戦争っていうものは総力戦だったわけなんですよ。そこに参加した杉本佐一っていうのも、英雄ではあったんですけれども、おそらく彼は国に帰って、十分な報奨金を得ることはできなかったんじゃないか、もしくは、得られなかった自由っていうのが、僕は実は最後の2巻読んでないからわかんないんですけど、あんだけ活動ね、立派にやってにもかかわらず。あ、別に国には、これはネタバレじゃないと思うけど、もちろん国には報われないよ、最後まで彼は。まあ、であれば、だから国に帰った後に、要はまあ金だって報われるわけないよ。だって別に五稜郭のバトルなんて別に歴史、つまりあの物語の中の歴史の精神には残らないって話なんだから。あ、まあ日露戦争の話なんですけど、だからその、まあ単純に日露戦争を組むためにやりましたねって言って帰ってきたんだけど、まあ皆さんご存知の通り、結局は賠償金取れず、まあいわゆる、
カラフトのね、南半分を取ったっていうところで、まあ、手打ちをしているわけです。まあ、それは、実は1904年の戦争の後、まあ、5年まで続いてますけれども、まあ、5年の後の、まあ、小村寿太郎とかがやったようなですね、交渉の中で、結局日本はそこにフラストレーションを貯めて、まあ、戦争の結末がつくというわけなんですが、で、おそらくは想像なんですけれども、あの、ゴールデンカムイっていうものは、あの作品の舞台はですね、1905年以降、1910年以前ぐらいかな。いや、あれは多分だから一応あれさ、公式ガイドとも書いてあるんだけど、要するに、日露戦争が終わってうんぬんだから、あれ、これ、年表が出てんだよ、公式の。で、公式の年表だと、確かね、いや、一時大戦の前の話で、要するに、簡単に言うと、杉本とアシビパが出会ったのが1907年の2月。そうで、さらにね、ついでに、これは僕の勝手な変な言い方をする。何年やって、1907年の2月。めっちゃ早いやん、マジか。そうか。だから別に日露戦争終戦が1905年の9月じゃね。じゃあ1907年の2月がどんな時代だったかってあんまりこう皆さんとかも聞いてる方というか明治40年だからめちゃくちゃ分かりづらいと思うんだけど、そうですね、想像しにくいっすよね。どんな時代やねんって話なんだよね、うん、これめちゃくちゃ動乱の時代なんですよ。夏目漱石はそうそう三四郎書いてる頃で、そう何が起きてるかっていうと、日露戦争に日本はまあ勝ちましたね。で、いわゆる南満州もいわゆる鉄道権を手に入れたとはいえどもですね、あらさんちょっと声を大きく、はい、そう、南満州に対して日本が利権を主張する時代ではあるわけです。で、鶴見中が言った通り、この先日本は満州に権益を進めていくって言ってるんだけれども、実際そこに権益を進めていくって言ってやってるのは、日本とロシアが勝手に、日本はここまで鉄道を引く権利がありますっていうだけなんですよ。ってことは、鉄道の周りの、いわゆる鉄道の周囲、南京圏内については、いわゆる鉄道の安全を守るための日本国の、まあ、既得権益圏にあるけれども、広大な、いわゆる朝鮮よりも北側、あの地域、満州の地域については、全くもって実は国際社会的には誰も承認をしてないし、なんならば現地にいる中国の方だって、そんなものは承認をしていない。だから後に関東軍が暴走したのも、まあそういう状況下で致し方がなかった説もなくはない。説もなくはない。うん。で、そんな中で、じゃあ、北海道どうだったのかって話があるんですね。北海道っていうのは、まあ、割とですね、実は日露戦争の前からロシアと戦争になったらあそこ舞台になるんじゃねえかっていうぐらいにみんなが緊張してる場所で、で、ただしかし現実問題全くもって日本はそこに軍備を持ってるわけではなかったんですね。なんでかっていうと、それはまあ冬になったら流氷が来てですよ。そんなところでこう実際問題戦えるはずがない。で、一番大きかったのは実は1904年の日露戦争の頃はあの大きなシベリア鉄道っていうものは完成してないんですよ、うん、つまり日本は逆に言えばロシアとの戦争っていうものをシベリア鉄道が完成する前に始めようとしてたんですね、うん、だからこそロシアがシベリア鉄道を通じてもうサンクトペテルブルクの方から部隊を送ってくる前に全部決めてしまおうって、まあ、これがまあ日露戦争だったわけなんです。で、その後に何が起きていくかって、まあ、時系列で話していきますと、映ってるちゃんと。知ってます、知ってます。1904年に、まあ、日露戦争が起きまして、で、まあ、日本は、まあ、一応勝ったというか、まあ、引き分けたというか、終わったわけです。で、その後、大きく分けていくと、1907年。賠償金取れなかったからね。1907年、まあ、アシリッパと杉本があったのは1907年2月だったって話なんですけど、だから杉本が日露戦争帰りで、砂金を掘ってたわけで、梅ちゃんのためにな。あの時代何が起きてるかって言いますと、まあ、そもそも日本はですね、ロシアとの間で実は国交をうまく回復して、しかもよりアメリカとか別の国が満州に権益を求めてくるのに対して、日本とロシアで当事者の中で手を組んで、彼らのつまり別の西側諸国の侵入を防ごうと、ここの権益を俺らの中だけで分け合おうっていう、そういう話をしていた時代でもあるんですね。だからこそ鶴見中尉とかの一派の活動っていうのは、下手をすると国際社会を刺激する活動になりかねなかったわけです。で、さらに言うと、日本はですね、満州権益っていう問題がよくまあ言葉に上がりますけれども、そもそも1910年に朝鮮半島っていうものをまあ一種併合しているわけなんですが、同時にね、その直前ぐらいに、日露間において秘密協約を結んでるんですよ。何をしてるかというと、ロシアは日本の朝鮮に対する権益を認めろと。しかし、一方で、日本はロシアに対して、モンゴルの権益を認めろっていうふうに言ってる。で、これが何を意味するかっていうと、日本は朝鮮半島までは手に入れました、うん、逆にロシアはモンゴルまでは手に入れました、まあ、まあ分かりやすく言えばこういう話です。で、今宙に浮いてるのはどこかっていうと、まさに満州で、うん、で、そこが鶴見中尉が言う我々の同胞の屍が眠っているあの場所は我々のものにしなきゃいけない、うんうん、まさにあの法典改戦とかってかつて日露戦争ではついたような地域は結局まだ日本の権益下に収まってないんですね。ただあれさ、作者はさあんまり考えてないと思うんだよ。つまりあんまりそこは深入りしなかったと言ってもいいんだけど、うん、
要するにあの当時は関東軍とは言わなかったけれど、つまり例えばさ、石原莞爾なんてあの物語の頃まだ10代だからさ、つまり89年生まれじゃん、石原莞爾はヒトラーのためでさ、だからな、石原莞爾があれをやらかすにはまだ25年ぐらい待たなきゃいけないんだけれど、ただ要するにあの時点では関東軍とは言わないが、結局じゃあね、まあ関東軍の前身であった名前忘れた、当時の名称関東外府ってのがいます。あ、だからそれとね、あのあれだよ、剣との関係性とか全然、結局そこはね、ちゃん全然ちゃんと追っかけてない。なんなら研究でも分かってなくて、あの一番初めは関東外府か丘で、その後関東徳なんちゃって名前は変わってくるんだけども、うん、全然あの後半有名になっていくのは満鉄とかそのものの名前はまだまだ出てきたばっかりで、日本もまだ手探り状態なんですよ、うん、どうやって大陸に手を広げるか、ね、あれね、いやただあの物語の中で言うとね、基本的に満鉄王とかさ、満鉄って要するにあれじゃん、単純にあの中で満鉄で出てくるのは単にさ、花沢の要するにあれじゃん、あの尾形の親父が殺された案件でしかないので、要するに結局ね、あ、どうした、いやいや全然だから、あの結局ね、あ、いやだからあの物語はそこは深入りしないんだよね、はっきり言えば。別にだから別に、例えば別に出てくればいいってもんじゃないが、明石元次郎とかも出てこないわけですよね。例えば鶴見があれをやってんだとしたら、明石元次郎が仕切ってるわけでしょ、鶴見があの長谷川写真館。いやいやいや、そこはまた別なんですよ。つまり極東におけるところのスパイ作戦っていうものと、あの明石がやっていたようなロシアの国内、まさにサンクトの方でやってることはまた別の話なんで、まあ、ちょっとそこは分けなきゃいけないんですけど、まあ、それもまた難しい話なんです。で、まあ、一番ちょっと僕が今この場を借りて言いたいのは、あの何が一番面白いかっていうとですね、ロシアの中でも、まあ、ロシア帝国だって実は1917年で終わる、まあ、ならばその前に起きる革命ののろしびなんていうものは日露戦争の頃からもあるわけなんですけども、まあ、それはあの作品の中でも描かれてるわけですよ。で、あのいわゆるロシアの中の端っこにいる、まあ、もしくはロシアのスラブ人以外の彼らにとっての革命をする、ロシアから離脱をして新しい国を作ろうっていうこの発想は実は1904年の頃からすでに始まってるんですよ。何が起きてるかっていうと、まあ、ちょっと僕の研究テーマにも近くなるんだけど、あのいわゆるモンゴルにダライラマがこうチベットからですねイギリスに攻められて逃げてきたりとかする中で、ロシアの中の端っこのやつらがチベット仏教を中心にして独立しようという動きが起きる。で、もしくは同時にロシア帝国の中にいなくたって我々は動けるんじゃないかっていう話はあの時非常に極東においてはいくらでも起きてるんですよ。ただなんでそれが実現しないかっていうと、軍事力がないからであり、しかもそもそも指導力がない、もしくは考えを共有する言語が彼らからすればロシア語しかなくて、でもそこで8000億円の金塊になるってこと、そういうことです。ただそれを使える奴らも本当に一部でしかないんですよ、そのコミュニティの中のロシアの。ああ、8000億円の金塊ってあの物語の中、物語の中の、そうだ、それを使える奴らだってその金があれば何かできるかって言ったらそういうわけじゃないですよね。まあ結局歴史的に言うとボルシェビキに全部塗りつぶされるんだけどな、まあ、あいつら最終的にあいつらボルシェビキに全部飲み込まれて塗りつぶされるんだけどな。だからその交渉相手が誰がいるかっていうと、結局あのゴールデンカムイの話で言えばアイヌが金塊を持つ、もしくは、ロシアの中での、ロシア帝国から独立を主張する彼らが金塊を持つ。金はあってもどう使うかっていうと、彼らはこんな言い方するわけだけど本当に武力を作るこう機能もなければ、うん、お金をどう回すかっていう経済もない状態なので、うん、あくまで代価するの手元にね、8000億円入ったってね、どうせ使えない、使えなくて終わんねん。まあ、うまくだからそれちらつかせて回すしかないわけですね。まあ、そういう意味ではあのただ金塊があるっていう情報だけであんだけの騒動を巻き起こしたあの先の中の世界はすごい正しいと思うんですけれども、 その中で実際ロシアがじゃああの、あの当時のロシアの極東の少数民族の連中がああいうモチベーションを持ったかもしれないってことはあり得るって話でしょ。フィクションとしてはフィクションとしてはあり得る。しかし僕からすればそれをなんかそのいわゆるニコライの前のですねアレクサンドル3世を、爆殺したような、ウィルクがですね、その後勢力を持って東側の極東にまで何かを及ぼしてたっていう発想はちょっとこう歴史の主張、ウィルクは北海道独立ゾーンに行ったわけでしょ。行ったんだけど、ただそれはどっちかっていうと、まあ、だどっちかっていうとあれも娘のためでな、だし、なんなら独立論を唱えているのが、まあ、合理的でもあるが娘のためでもあった、ね、そう、あの当時の極東アジアにおけるそういう独立論の中心はむしろモンゴルの方にあったと僕は思っているし、でそういったそのモンゴル側を中心とする、まあ、反清朝反ロシア帝国的な独立的な運動の目を無視しているあの作品の世界は、まあ別に作品の世界だからいいんだけど、いやあの作者は安彦義勝先生ではないので興味ないんです。いや、つまりドラマ剣の中で必要だから少数民族問題をやってるんですね。あのアイヌは別にして極東少数民族について言えば、いやだから悪いと思う別に。だから今おっしゃってるような史実の中の国際情勢の問題ってあるけれど、あれは詐称してるじゃない意図的に、うん、いやだから今和田さんがおっしゃってる話はあの作者は
その辺は多分調べ、さすがに調べてると思うんだけれど、そこは写真したんだよね、やっぱり。なのかね、だとなぜかというと、ピカレスクロマンであり、やっぱ愛の物語、愛と倫理観の物語だったからだよね。いや、そこにまあ全部落ち着かせるべきかは分からんけど、まあ、どちらだと。だってあの物語の中に、別にじゃあ、反明治政府ってのは別にないわけですよ。いやまあ、なくていいんだけどないんだよ。ないからダメって言ってないんです。まあその話から言えば、そもそもあの時代において北海道をどういうふうに扱うかっていうところに対してさ、あの新選組の生き残りがどう考えるかなんて、まあそれこそフィクションなんだけど、あのまあ僕が何を言いたいかっていうと、別にあのあちなみに新選組の生き残りは、新選組の生き残りの指示方は、まああのネタバレにならない範囲で言えば、別に結局江戸共和国ってそんなに興味なかったって結論なんだよね。まあ、いやつまり要するに明治政府とバトンたかっただけだよ。官軍と相変わらずバトンたかっただけだっていう、ことなんですよ。別にそれは、あの、土方は。いや、基本的にはそういう連中なんだよね。要するに、基本的な世界から逸脱した連中の物語だからさ、結局、あの時代ということであったとしても、あの時代の基本的な世界から逸脱した連中の物語じゃない。変態たちも主要人物も全員。まあ、だから あくまでだからあれはそのまま一種日本史の中に内包されていくような話だと思うんですけど。で、逸脱した時に、じゃあどう逸脱するかっていうと、自分の個人性の中で逸脱するわけでしょ。その個人性の中で、パーソナリティの中で逸脱するのは、変態性で逸脱するやつもいれば、明治政府と喧嘩し続けたりってことで逸脱するやつもいる。いや、これはだから、ある意味今、ゴールデンカムイの世界観を腐したような言い方になったけども、それでもなお面白いのは、鶴見っていう注意が、どこまでこう軍隊の中で特殊な人間だったかっていうところがそこに尽きるのだと思うんですよ。いくらでも可能性はあるんです。鶴見中尉のようにああやって北海道の近海を集めて別の方針を引いていく、まあ、なんなら軍事革命を起こす、それだってあり得るかもしれない。でもそれがあり得たかそ、そういう時代を描いてるかそ、あれはあの作品として素晴らしかったし、まあ、だとは思う。しかしあれがあり得た時代であるということを示すんであれば、なおさら当時の国際社会っていうものがいかに、まあ、米を極めたか、特に日本の大陸政策っていうものがですね、鶴見中尉の意見とは全く違うところにあったのかっていうところは、実はこれは、あれ分かってやってるでしょ。分かってない。だって鶴見の言ってることはリアリティがないもん。いや、あるっちゃあるのよ。いや、だから満州で血脂を栽培してアヘン大国に、アヘン王国にするって。じゃあそれは別の漫画とは合わせない。いやいや、29巻で言ってるじゃん。決して金集める話は。あ、いやいや、29巻に書いてあるからネタバレじゃないと。いやいや、あれじゃん、ほら、すぐに。29巻は読んでるでしょ、単行本。最新巻であればそれ読んでる。そう、だから、あれは要するに結局ほら、権利書だって話になったわけじゃん。で、結局半分金塊は残ってるが、それはね、言わなかったわけでしょ、長倉は。で、要するに、通民注意はあるじゃん。だからそれさ、五稜郭特攻の前に兵隊たちに演説するじゃん。兵隊たちの前で演説かますじゃん。その演説の内容ってのは要するに、権利書であったとほほと。ね、つまり金じゃなかった。しかし我々は、満州に進出してそこで血脂を栽培し、アヘンを作り、ヘロインを作り、それを財力にして、みたいな、あれで剣道将来で、あーっつって、突撃ってやるわけじゃん。いや、だから、いや、つまり、いやだから PC とは関係ない話なんだけど、あの漫画において鶴見中尉の理想とかって大義って何だったんだってのはやっぱ残るんだよね、まあ、これは。そこで作られるものが鶴見中尉が作る新しい国家だってならないわけだから、それは鶴見の美しい甘い嘘だったかもしれない。当然また毎度のごとく甘い嘘だったかもしれない。しかしじゃあ鶴見は何をしたかったんだって話はあの漫画の中でやっぱり、いや本当わかんないですよね。わかんない、本当に何をしたかった、まあ、まあ一番言ってるのは鶴見の思想は僕は誰を理解していますって野田悟は言うけれど、作者もね、じゃあ鶴見の思想ってなんだよって話になるんだよ。思想は何なのってことなんだよね。結局鶴見の思想は何も描ききれていなかった、結論から言えば。いや僕は最後まで読んでないけど、単純にその あの時こういう、例えば鶴見は25年早かった石原莞爾だみたいな描き方をしてるかって言うと全くしてないんだよ、結局。まあ全然理屈が違うし、いや鶴見は要するに言っちゃった、要するに石原莞爾に理想と理念と大義があったとしましょう。じゃあ、鶴見は25年早い石原莞爾だみたいな描き方をしてかつと全くしてないんですね。っていうのは、ただ、ちょっと待って、吉さん、はい、これのタイトルは、ゴールデンカムイとカッコポリコレカッコ閉じでしょ。してますよ。っていう時に、今和田さんがおっしゃった話はダイレクトではないから。ダイレクトではないと思う。ないね、ないね。で、あれ、和田さんは一応知ってるでしょ。別に、
最終回のことはあえて見ないことにしてるとしても、この回いろいろ紛糾してるのは、いや、それすら僕は目にしてないっていうか、完結したことすら知らん。いや、鬼畜さん、はい、説明して。え、何ですか。いやいや、説明はいらない。ゴールデンカムイとポリコレ問題。それはだから単純になんか実写化するっていう時の問題じゃないですか、ポリコレ問題っていうのは。全然漫画の時点の話。いや、要はそのアイヌの人たちのこう、なんすか、エピソードの書き方がなんかこう幼いすぎる。実はもうちょい声張った方がいいない。帝国とその後の、まあ、まさに帝国たる日本の進みを見て、なおかつそれを読んであれば何をどう描くのかという話だけど、どうするか、ね。あんだけ気の乱気とかがあるとか、父ちゃんが託したのにこうなんか最後さらっと書いてなんか落ちまった。ああ、結局そうか。あの、和田さんはあんまり追ってないのね。そうそう、その辺の議論は。僕はなんもそこは知らずに来てるから、ね、それがなんか随分な紛糾してるみたいな話なんですけど。だから別に何年も前からゴールデンカムイはなってたのかな、あのポリティカリーコレクトなしで女性が安心して読めるみたいな話もあったわけよ。ああ、そうなの。だから、だとしたときに、別にポリティカルコレクション的には、別に変態祭りとかそういうこと以前に、結局その、あれじゃない、要するに、例えば別に、ね、セクシャルマイノリティの扱いがどうとか以前に、あれなんですよ、別にほら、例えば薩摩弁の扱いとかひどいじゃない。結局。何言ってるかわからんみたいな感じ。ああ、そう、あれだよ、だから、その、何言ってるかわからん、その、恋人がさ、鶴見の前では薩摩弁がひどすぎて、解読不可能になるみたいな、あの辺のから、取り扱いどうなのかとかさ、あと、いわゆる、まあ、あれだよね。結局、その、はっきり言えば同性愛の取り扱いはどうなのか、みたいな話っていろいろあるわけですよ、結局。作者本人、いや、この場合ちなみにね、別に作者本人のそういうものを詮索するって問題とは別にして、作者本人がね、つまり作者本人がどうであるかって、これ結構、実は重要なんだよ。作者本人がそれを出す気がないのは別に全然いいんだけれども、要するに、例えばこの漫画は、作者本人が、例えばさ、その、要するに、北海道出身なんですね。で、作者本人がアイヌの子孫であるかどうかってんで変わってくるってのはあるんだよね。まあ、それはそうだ、ね。それは作者の属性は関係ねえってのは違うわけですよ。簡単に言えば。ただ作者自身は自分のひいじいちゃんがトンデン兵だったって話なんでね。いわゆる作者は北海道出身だからアイヌの末裔ではない、トンデン兵の末裔なんですね。例えばそれは本人が出してる。で、別に作者がゲイかどうかってことを詮索するのは、下手すれば、カムアウトの強要だったり、アウティングだったりになるから、微妙な問題ではあるけれど、まあ、あれだよね。いや、妻がいるからどうこうとは言わんけど、作者は妻がいるってことはきちんとカムアウトしてるし、カムアウトとか明示しているし、あれだよね。まあ、ちなみに作者はほら、基本的にプロフィール出さない人なんだよね。簡単に言うと、顔出しもしない、プロフィールも出さないじゃない。要するに、基本的にプロフィールも詳細は出せない。要するに、作者で作品のイメージが決められてほしくないということで、ただ、俺は彼のツイッターってプロフィール欄になんか男性とは書いてあるんでしょ。ああ、だから、ないないって、基本的に妻がいるってことは、まあ、明示してるわけですよ、彼は。で、だから別にこの人がゲイであるかどうかみたいなことってのを別にどうこう言うべきではない、ないっていうのは前提なんだけど、あ、ちなみに、妻がいるって言わなくたってゲイであるかどうかは詮索すべきだって話はあるけれど、基本的に、やっぱりね、簡単に言うと当事者性を持ってるかどうかって重要なんですよ。あるマイノリティ集団を、あるマイノリティ集団をいわば、はっきり言えばネタ化してると。言わざるを得ないと。ネタ化してるという時に、あるマイノリティ集団をネタ化してるような表現があるという時に、その作者自身がそのマイノリティ集団の当事者であるかどうかっては重要なことなんですね。これはアイヌの問題というよりは、まあ、いわゆるゲイという、セクシャルマイノリティの問題ですね。で、セクシャルゲイが問題だって意味じゃなくて、そこを取り扱うときにどうしてるかって話はあると思う。で、ただ、まあ別にそこをね、じゃあ作者お前がゲイかどうかはっきりしろなんて問い詰める権利はもちろん誰にもない。当たり前のことです。っていうところの中で言うと、じゃあ別にそのあれなんだよね。結局その、あの人の例えば薩摩弁の、まあ、つまり PC、ポリティカルコレクションって観念があるとするならば、それはまあ薩摩弁の取り扱いとかね、含めてもどうなのよっていうのはいろいろあるわけ。つまり、ポリティカルコレクションの観点で言えば微妙な問題がいっぱいある。ただ、ただ、別にこれはあれだよね。だから、ただね、ゴールデンカムイが、なんて言ったらいいのかな、あれだよね。ある部分だからね、なんか、ポリティカルにも、なんか、アップデートされてるみたいな話になってるとすんならば、結局、女性をさ、あれじゃん。要するに、性的に消費しないということが貫徹されていると。それは、ある水準ではそうだよ。そうっすね。ある水準ではそうなんだよ。うん、結局、それは、別に。アシリパは主体性を持った女性であり、
アスリパーの追いロケシーンなんて全くなく、一番の追いロケ担当は、家長であるというか、とかね。まあ。インカラマンもあれじゃないですか。まあ、インカラマン。インカラマンってはっきり言って、まあ、この作者は、別にこの作者自身の性的思考がどうであるかとかどうでもいいんです。どうでもいいんだよ。そういう問題と別にして、まあ、はっきり言って女性を描くことにあんまり興味がないんだろうという結論にはならざるを得ないんだけれども、それは別にゲイであるかどうかとかの問題じゃないよ。別に、板垣圭介だって原哲夫だってさ、妻も子供もいるけれど、女性を飼うことに興味ないじゃないか。っていう話はあるわけですよ。別に池上隆一だってそうだけど。別に。板垣圭介だって原哲夫だって池上隆一だって、妻も子供もいるけれど女性を飼うことには興味なかろう。そういうことは言える。ただ、まあまあだから、ただその辺は、だから別にいわゆるポリティカリ、これ PC コードの問題で言うならば別に普通にアウトだと思うんですね。で、アウトな漫画が受け入れられてる日本の漫画ね、大衆漫画は素晴らしいって議論の立て方もどうかと思う。ただ、今ね、あ、和田さんはあんま全然知らないのか。で、今、紛糾してるのは、議論があるかも知らんかったけど、まあそこある。今、紛糾してるのは何かっていうと、完結した上でね、一応、まあ単行本で書き足すんだろうけど、まあこれネタバレにならない範囲で言えば、要するにアイヌと和人の関係性の取り扱いってものについて、やっぱりまあ、どうなのって話が今上がってるってことですね。これについて言えば。実は追ってるでしょ。追ってないですよ。いや、嘘つけ。いやいや、ほんと追ってないですよ。え、ゴールデンカムイ店の問題とか知らない？知らないです。だから、アインとは人っていうものがさ、一種、まあ、日本のまあ影響圏内に、まあ、まあ一種こう、降りてしまったアインっていうものとの日本の関係は、まあ当然議論されるべきなんだけど、ただ、その実はわざわざ設定し直そうって言ったぐらいなんだから。いや、だからそれはコンテンツ的に。かまどとぶらないでくれませんか。いやいや、違う。いや、本当こっち、自分はただ。実はあと1、2分でちょっと出てないです。嘘、ごめんなさい、出るんだけど、ただ、その今の話で言えば、そのアイヌと日本の問題で言うとね、まあ、それこそアイヌの種類っていうものは、あのアニメ版でもまあ紹介した通り、なんなら別に、その、すごく種族もしくは 族によってですね、あのいかでもグラデーションがあるような世界なわけです。でその中でアイヌをどう描くかっていうものはさ、あのなんなら当時の日本の対外政策がどうだったのかって大きな問題にも関わるんだけれども、でもそこって ほぼ研究がね、あのアイヌ研究の中ではあるんだけど、アイヌの部族とかアイヌの中での研究ところで決着がついてるかっていうと、研究はされている、しかし結論は出ていないっていう状態なんですね。あのこれはあの別に事実がどうだからこうだっていう そういう話にはならないんですよ。 あくまでそれを描いてどんな風にこの先消費されていくのかっていうところに対する予防線をどう張るかっていうだけのポリコレにしかならないような気がするんだよね。消費っていうかあれでしょ、だからあのあれじゃん、少数民族であるアイヌとあるいは和人の関係性、うん、少数民族っていうか要するに先住民であり、まあ侵略被害を被ったアイヌとあの侵略者である和人の関係性みたいなのを、ただそれを論じるんだったら、多分日露戦争の後の時代の話で持ってくるのは なんていうか、こう、まあ、そこに土方がいるのすごい特徴的だけども、あのなんていうか もはや決着がついてるわけですよ、枠組みとしてはね。ただついてるとはいえどもそれは侵略の過程であるって言い方もできるけれども、 なんていうのかな、そこはその当然そういった決着がついてるっていう歴史家に対して異を唱えることも重要だとは思うけど、ある意味もうほぼ、ちなみに聞いていけば決着ってどういう決着、あつまり日本が実効支配としてロシアとの間で南カラフというよりもこっちが我々のもんだって言って国の石をこう積み立ててるわけじゃないですか。いや待て、あの今言ってるのは国境問題じゃないよね、ナショナリズム。いやもちろんそうだ、ね、ただそのな勝手に日本国政府が俺らのもんだって言った北海道全域とそして南カラフトというものについて、本当にその中で、まあ、言われないないというものがあったかではそんなこと決してないと思うよ。北海道が日本のものになったのはいつぐらいなんですか。北海道が日本のものになったのは実はこれ正直きちんとは明確には分かってなくて、松前半島であるから、ね、あくまでその日本がロシアとの間で国境をどう引くかっていう話をしたときに実効統治ができていない、つまりアイヌとかその、うん、日本側からするとちゃんとその自分が自己支配するとは関係なく、でも俺らのもんだよって勝手に言っていた時代が、まあ、江戸時代からずっとあると思う。だからその、なんていうかその今日の世界観から見れば、境界歴史的なね、まあ、国境線の感覚から見ればもうその話は終わってるよって、かっこつきね、かっこつき終わってるよっていう話だけど、でも実際それそういう歴史観こそがまさに可逆的なんだというのはまさにおっしゃる通りで、しかしそれを今から問い直して、だからこの作品がうぬんっていうんであれば、そこはやっぱりなんかこう
そういう節があるから考え直せっていうのは、やはり対案のない批判でしかないようにも僕は感じられない、うん。アイヌが暮らしてたのは北海道ぜ、まあ、全域とまでは言わない。ながらアイヌだってあの先の中でも紹介されてましたけど、大きく分けて3つに分かれるし、うん、まあ、それはそのカラフ島の方を含めて、もしくは北海道のアイヌもいるし、なんならあのエトロフ、アイトロフじゃない、いわゆる北方領土と今言われてる地域の、うん、いやだから別に、まあこの場合エトロフカラフトのことは一回車掌して考えたとしたら、別に先住民問題なんですよ、うん、単純に言えば先住民と征服者の問題だった話なんで、うん、あっちかね、わらさはない何この後どこか行く予定があるの？あ、そう、僕あの歌舞伎町の方にこれから行くんですけど、なあ何をし先輩内にだってあれでしょ、歌舞伎町で店やってるあの水沢じゃないでしょとは違います。ああそうか、あれでもその歌舞伎町の先輩はどうせ朝までやるんでしょ、かもしらんし、ちょっと分からんすけど、まあ、ひとまず一回行ってます。何、退散すんの？否定します。そっか、どうしよう。ないやいや別に、いや僕がいる前からこのイベントは成立してるんやから。ああ、まああの大体僕の意見はそんなに大したことないんですからね。ああ研究者目線と別個に言えることはない。あんまないつか言えないな。皆さんに分けてください。なんかその研究者目線でゴールデンカムイで見てなんか違和感つうか、これここはいかがなもんかみたいなところとかあるんですか、ね、そういうのは。いやだから、まあ、それこそがだからあの そもそも満州を含めて日本の領土と思ったっていう時の鶴見中のあの発想はとても僕らと新鮮だったんですよ、うん、あの骨が渦まっとるからうちの領土にしようっていう発想はマジで強くて、あ、そうそう、あのその後にだから吉林に総領場を作る時とかって本当にでっかいお祝いイベントをやるんですよね。まあでもそれは満州国を作るっていうイベントと被ってはいくんですよ、あの20年後ぐらいなんですけど、うん、そのかつて日露戦争の時に我々はこんだけの偉人がこんだけ死んでって、でその途中今まさに満州国を作ることによって我が国の、まあ我が国の領土ではないけども日本国の影響圏にしたんだっていうことをもうことさらに上げつらってイベントをして石碑を立ててっていうことをするんですね。だからまあ鶴見というのは、あ、言い方を変えよう、聞き方を変えよう、あの、あ、コロニアルとは思わなかった、北海道に関して、いやつまりあの例えばあのアスリパと杉本のあれとか、コロニアルっていう、いや杉本がコロニアルなんじゃなくて作者が、ね、ああ、つまりあの作品がってことでしょ、うん、アイヌ問題ってものが現在まで続くような、いわゆる民族問題であり植民地問題であるっていうその観点に立つ視点が僕の中にあまりにも欠けているっていうところは今伺って思ってるけども、そこまで少数民族問題ってあまりそういう植民地主義の問題にはならない、なるでしょ。いや、なるなる、もちろんなる。単純にそれはあの僕がそういう視点であんまり物を見たことがなくて、たまにこうそれこそ民泊とかいた時とかにあのやっぱそうだよねって思うんだけど、ただゴールデンカムイを読んでる時にあの変態カニバルを見ながらワクワクしちゃう時にはそれはパッと脳裏にはよぎらない、そのぐらいに僕の中ではその意識は低い。でそれは当然批判されるべきことなんだけど、まあ今配信しながらこんなこと言われたけど、分かった、あ、ないない、そう、まあ、いや分かった、じゃあとりあえずじゃあ、いや、わらさんも後のあれがあるから、じゃあわらさんがお帰りになられてから、じゃあネタバレ解禁で、お願いします。あの全力で喋るわ、これは、はい、ちょっと申し訳ないな、本当につか完結したことしちゃったんだ僕はあんだけ好きな作品が終わってしまったのかっていうことが一番、あ、しちゃったんすけど、うん、あの連載分が終わったんすけど、その単行本で回数50ページあるって、ってことはあと2、3、つまり1巻プラスぐらいでいくのかな、どうなの。そうですね、まあ 1.5 巻的になるんじゃないですか。る、あ、じゃあ最終巻が800円とかになるかもしれないけど、そ、分厚くなるんで、ああ、まあ、全然、つか最終巻出るの2、3ヶ月後だろうけど、見た上で多分また話したくなるんだろうな、まあ、まあ、まあ、それでその後いいんじゃないですか、まさか杉本がサイボーグだったとはね。杉本はサイボーグでしょ、あれどう考えたってそれはもう間違いない、ごめんなさい、ちょっとあの、なんかこう口を封じるような感じで消してもらって大変恐怖だったんですけども、大丈夫ですか、ちゃんと ネタバレされてなかったですか。ネタバレはしてされてはいないですが、こう何やろな、なんか多分 なんとなく雰囲気的にオチがこうそういういろんな議論を呼ぶようなもんだっていうことを聞いてしまって、ああやどうなっちゃったのかっていう変な想像が湧いちゃってね、あれですから、まあまあまあ、大丈夫だ、和田さんが帰ってからじゃあ存分にネタバレコメディやるから皆さんにちょっとお先に失礼します。じゃあおつです。さて、じゃあしゃあない、ネタバレゴールデンカムイ店で何かあったんですか。自分はその谷垣のプロマイドがなんかすごいこう生かしてるって話しか全然しゃあないです。
さん追ってない。追ってないっす。あっそう。分かった。トイレ行ってくる。はい。じゃあ岸さんたち面白い話で繋いでな。ちょ、森さん。あきこさん、あきこさんどうですか、さっきの本編、パラパラ読んで、あの、公式ムック本読んで。ムキムキマンがいた。ムキムキマン。ムキムキマンが、あの、なんだろう、パンツ履かずになんか戦う感じですよ。ふんどしっちゃう。もう、ムキムキマンが本当はもうパンツ履かないんですよ。パンツなし漫画、パンツなしのムキムキ漫画。あ、そうなの。そうなんですよ。で、女性とかはお色気キャラとか一切出てこないんですよ。もう、もうムキムキマンばっか出てくる。ムキムキマンがこう。すごいね。でもそれがかえって人気なんですよ。ムキムキマンばっかりこう、うん、出てきてこう。これが今大人気なんですよ。小学生はたくさん読んでないですけど、大人の小学生はこれ読んだら面白い。どうなんですかね、こういうの。ダメですよ。ダメですか。あれなんですよ、その囚人のつか、あの、なんか一応わざわざさ、なんか喋ってないよ、喋って20人ぐらいの囚人の上半身にこう、宝の地図のこう、あの入れ墨掘って、その入れ墨を全部こう、その入れ墨はあるよね、うん、あ、中継回してんだよね。でもそれを小学生がこう知っちゃったらあれじゃない、そういうこう、つうかね、あのさ、岸さんさ、はい、あれだよね、わざわざゴルカムとポリコレってさ、別枠で立てようって岸さんが提案したんだと思うんだけど、はい、だそれは、あの、実証そういう話でしょ、内在秘書と外在秘書みたいなこと言ったのは、そういうことでしょ。そうです。さあ、追ってるから言ってんのかと思ったけど、あなた月曜日のタワーのことしか考えてないですか。いやいや、それも考えてないですよ。だからそれじゃ分けた方が、いや、今月と金が今話題だって、あの月曜日のタワーと金カムの金と、うん、じゃあ分けた方がちゃんと人は見るんですよ。そのできるだけ小分けにした方が人は見るから、そういうそのあれですよ、こう入るのために切り分けて。まあだから和田さんにね、その辺はね、あのまあ議論に加わってほしかったんだが、別件もあったようだし、まああとあんまりねダイレクトなことはなかなか言えないっていうのはあるけど、ただえ、じゃあ知らない前提から始まる。そうです。はい、調べますよ、調べますよ。いやもういいよ、もうだからさあのずっとその中の iPad 見てさ、 iPad 見てなんか今読んでるところですとかってやめてほしいんですけど、あのあきあのえあれだね、はい、じゃあね、岸さんは全く押さえてない。押さえてないですよ。え、何だ。軍服のやつ見ました。軍服問題とかありました。あの鶴見中尉の軍服展示問題はどうなのかとか、うん、例えばそれもあるし、まあ今和田さん帰ったからネタバレしていいと思うけど、うん、だからえ、あんた見てないの。ん、あの最終回問題は、最終回問題はだから最終回問題でいろいろ紛糾してるのは見てないの。さらっとだから、あのなんですか、公演とか見たらでこう収まりました、まるでこう終わったのか、なんかいかがなもんかって話ですよね。あ、で、いやいや、その辺ぐらいしか押さえてないですよ。だからそんなにはぁって言われてもこう、うん、自分はそのまま漫画面白きゃいいや、はっつうか、そうなんだよ。あと軍服とそれぐらいしか押さえてないですよ。まあ今日これを喋るために来たようなもんだからね、うん、あっちでやろうと思ったようなもんだからね、うんうん、あの、うん、聞き手にもならないってどうなんですか。いやいや、だからそんなに言われても塚本さんが喋ればなるほどって話を聞いてこう。で、一方でなんかサボさんが一人で喋りすぎだとか言うじゃない。いやいや、いや、それはもう撤回します。内輪もめはさておき、うん、だからとりあえず喋りたいことしゃ喋ってくださいよ。はぁ、いや、いや、あんまりポリコレの話にならなかったね。カッコつきポリコレだけど、うん、和田さんの話も、うん、すいません、すいません。まあしょうがないんだよな。で、自分はその和田さんのその岸田背景の話とかこう
だからあんま関係ないよ。うん、聞きたかったっす。いや、それはそれで面白いけど、関係ないよ。関係ないっていうか、別に、ゴールデンカムイはその辺はクリアカットしてるから、うん、いや、作者は意図的にクリアカットしてるんで、うん、まあ、どう言えばいい？つまり何？こんな問題がありますか、坂本さんって聞けないの、岸木さんは。聞けないです。つうか、あんまりその興味ないんですよ。はい？そこの辺にはもう。いや、力量問題ってあるよね、本当に。なんか不完全燃焼って感じだけど。いやいやいや、まあ今あれですよ。失望、スルメ注意みたいに失望してるだけです。消化不良って感じ。いや、いや、正直、なんか、あ、ほんと興味ない人はないんだねと、今、岸木さんについて思ったわ。うん。だからドラマがあればそれでいいんでしょ。いやいや、それたまたまで追っかける暇がまずなかった。ない、牛を虎みたいに綺麗に畳めばいいしか思ってないと。あの漫画を最後まで読んで。いや、まず、じゃあ全然啓蒙の意図も達してないよね。じゃあ、じゃあ。だから、ある種ゴールカムファンは、ね、要するに、アイヌの民族文化というものを啓蒙し、知らしめることができたってことだけで全然いいじゃないかという問題ねっていう立て方をしてるわけですね。要するに批判派に対して。うん、実はそれ以前の問題なんてことです。まずだから、ゴールデンウィーク中結構忙しくて読む暇がない。つまり、変態祭りがあり、あとは畳み方が急ピッチでよろしくなかったということしかないわけですか。だからそれほどゴールデンカムイに割く時間がな、あ、正直言って なかったです。え、何か。いや、俺も忙しかったよ。うん。だから今だから漫画振り返って全読みする時間もなかったです。だから何言ってんの、俺も時間なかったよ、うん。あなたと同じくらい時間なかったよ。いや、だから何が言ってたかって、要するに、じゃあ、外在費用、内在費用って何、単に俺が言ったことをお迎えしただけ。そうです、そうです、そうです。だから、それじゃ切り分けた方が、だから、ちゃんと、だから、なんですか、見やすくて、人が、視聴回数が稼げるから、そう分けた方がいいって提案したんですよ。あ、俺、すっげえ思うんだけど、あなたゴールデンカムイ読んでて、なんだろうなぁ。あ、俺じゃあ聞きたいわ、逆に、うんうん。あなたみたいな人がゴールデンカムイ読んでると、どういう風に感じるの、あれ。アイヌと和人の関係性問題とか。いや、ぶっちゃけ本当は単なる舞台装置としかこう、俺、あれいらない。俺はそもそもジビエグルメ漫画分いらないと思ってる人なんだけど。うん。俺が見た限り、リアリティに欠ける。そのリアリティはどういうリアリティ？だって俺、アイヌ人に友達いるもん。来た、友達がいる、うん、でもゴリゴリのアイヌ人よ。で、どういうリアリティ？会った時に初対面で相手が、あ、おい、リアリティの話を聞きたい。だから、現実はこうだ。いや、例えばさ、別にそれはあれなんだよ。要するに監修者が、つまりあれ監修してるさ、東大のアイヌの専門家がいるんだけど、うん、監修者が言うにだから別に生まれてきにひんなとか言わないし、うん、チタタプ作るとかチタタプチタタプって叩かないと、うん、それは別にあれなんだよ。その、監修者は別に漫画に文句があるんじゃなくて、監修者はその、あげるとはその漫画でゴールデンカムイが売れたから、便乗とは言わないけどさ、要するに、野田悟先生の表紙を、まあ、漫画の表紙を使った、ね、ゴールデンカムイから分かるアイヌ文化っていう本を出して、その中で、まあ、ぶっちゃけ、チタタプー、チタタプーとかって叩かないし、ひんなとも別に美味しいとき言わないと。うん、まあ、別にそれはそれでフィクションは許容してますって趣旨なんだと思うんだけど、うん、そういうふうには書いてはいる。例えばそういうことはあるでしょうね。初対面で会った時に向こうから言われた言葉が、開口一番言われたのが、おい、沖縄人いじめられたか。もう沖縄人ともアイヌでないじゃない。だからマイノリティバトルしてんの、つまり。うん、バトルじゃないよ。だから、否定しようがないんだよ。見透かされてるから。こっちも一発でアイヌ人だって分かったから。ああ、アイヌのおっさんだ。あのさ、キチキさん、ちょっとさ、一応構えとして言っていい？はい。いい加減さ、そのさ、ずっとさ、それ、下向いてんのやめてくんない？あ、じゃあ、和田さんがいる分にはいいけど。いや、さすがにどうなの？いや、そう。いろいろとゴールデンカムイの、その、あれですよ、その辺の表とかの、その、あれを今、読んでなかったから、触ってたんですよ。で、俺、小学校とか、学校の半分は、神奈川県で出てるわけよね。
ああ、そうでしたね。うん。小学校なんかは、いる間ずーっといじめられてたわけよ。はい。沖縄人。はい。ああ、これは面白い。うん。それは、だから、大人になってアイヌのおっさんと会ってるから、沖縄人、いじめられたかって言われたときに否定しようがないんだよ。だからさ、マイノリティ同士の交遇でしょ。いじめられてた者同士の、いわば。あっちも酔っ払ってたし。いわばいじめられてた者同士の交遇ってことでしょ。うん、魂の通じ合いでしょ。うん、要するに北と南でさ、うん、いわゆるヤマトからすればさ、いわゆるヤマトって概念からすればだよ。被差別者であった人間たち同士の交遇って話でしょ。あっちはチサンって言うし、こっちはヤマトって言うし。本来の意味。一等国民。まあ、内地って言い方ですよね。デオドランスされた言い方だからさ、うん、基本的にさ、うん。北海道の連中も未だに内地って言うけど、その内地って言い方したよね。デオドランスされた言い方ですよ。結局、その。だから、それはそうなんだよね。だから、あれじゃあ、なんだっけ、ほら、アイヌはアイヌだ、ほら、要するに、いわゆる本州人のことをさ、うん、なんか、アイヌ語で呼び方があったじゃん。俺覚えて、出てこないけど。うん、だから、沖縄の人たちは、要するにさ、あれだよ。ヤマとウチナって言い方をするわけですよ。うん、だから、中部の人間は、コザコヤ、うるま市の人間は内地って言うね。いや、いや結局ね、要するにゴールデンカムイのバラさんがほら最終ネタバラスになってたバラさんがいたから言えなかったけど、最終回の問題で今紛糾してるわけでね、ゴールデンカムイの。つまりゴールデンカムイの最終話って何かっていうとさ、要するにまああれも書き足すのか知らないけど、1ページの書き足でさ、要するに、結局あれじゃん、だからほら、誰だ、榎本武明と会って、アシリパワーほら、要するに、土方が渡した金貞って、ほら、名刀だよ。日本刀の名刀で、それを通行証としてさ、要するに、まだ存命だった。存命だったらもうじき死ぬんだよ、あれ、史実から言っても。史実から言って、長くないって言ってたじゃん。榎本武明と会うわけだよ。要するに、土方の箱根戦争の盟友だった榎本と会うわけ。で、榎本はまさか土方があんな幽閉されてると思わんかったということで、でね、簡単に言うと、あんたが持ってるアイヌのその、つまり、榎本は関わったわけじゃん、あの漫画の中で。先生、あれじゃん、アイヌの近海を一部権利書に変えて、それはある種のアイヌのいろんな森の土地をさ、うんぬんってのあるわけでしょ。で、その関係者つきと俺はもう長くないから、伊藤博文とか西園寺金持ちに、俺が繋いでやるって言ったわけでしょ。で、そこでアシリパは地道に努力するわけじゃん。で、アシリパの地道な努力の結果、あれじゃん。簡単に言うと、あれで、ね、アイヌの文化、博物館、世界中の博物館に展示され、あと、そのあれだよ、フィクションの中と話とはいえ、アシリパが権利として持っていた、つまり、アシリパがその金塊と引き換えにアイヌがね、箱田戦争の前に持っていた権利、土地は、全部ね、国定公園化されていきました。めでたし、めでたし、ふざけんな、こらーって話になったわけ。ですよ。うん。それ知ってるよね。知ってますよ。そこは知ってますよ。だからその話してんだけど。何知らないふりしてんの。いやいや、それじゃあ、その公園になったとその辺で紛糾してるってさっき言ったじゃないですか。それ言いましたよ。知らないふりはしないですよ。だったら知ってるんでしょ。だから、そこで。何で紛糾してんって、そこで紛糾してる。いや、それは知ってますよ。だから、それださっきの公園、だからさ、1ページで、ただ文章で、こう、だらだらと公園になりましたみたいなところで、すみません。だから、国定公園と博物館はありえないだろって。だから、それで紛糾してるって、そこぐらいしか知らないって言ってんですよ。とりあえずそこでいいじゃん。じゃあ、それは知ってますよ。そこでいいし、あとまあ、プラスアルファの問題はある。それプラスなんかいろいろあるのかなって思って、それは知らないっていうこと。だからそのプラスアルファの問題として言うと、じゃあ杉本とアシリパがね、じゃあアシリパさん、ほら、あれじゃん。これは美しい流れだよ、物語のプロットの中では。ね。杉本はね、お前好きな人と故郷に帰るのかっつって、前も聞くわけじゃん。要するに梅ちゃんがいるんだけど。梅ちゃん諦めるわけだよ、杉本はもう。まあ、もうとことん諦めてんだけどさ。梅ちゃんはほら、あれじゃん、結局東京の金持ちのところに再度、いわばいわゆる嫁入りをして、それで金持ちだから目の手術もしてもらって、目も治って、子供もいるわけじゃん、ほら、杉本の親友、死んじゃった親友との子供もいて、で、あれじゃん、杉本は簡単に言うと梅ちゃんは諦めつかもう梅ちゃんはとことん諦めてんだよね。で、ね、杉本は好きな人、梅ちゃんなんだけど、好きな人と故郷に戻るのか、ああ、そうだ、アシリパさん、一緒に、村に戻ろうって。ハッピーエンドみたいな話でしょ、うんうん、ね。で、これをどう考えるのかって話でしょ、うん、で、そこは鬼畜さんはどう思う。いやもう別れたらもうよかったんじゃないかなと思いますよ。物語として見るべきだよね、うん、いやね、一緒に暮らすよりもこう、うん、うん、杉本はだからそれはおっという話だじゃん、うん、不死身の杉本って死ぬふりかと思ったら死ななかったねって話はあったけど、うん、
まあ結局のところだからそのさ、まあ言い換えると半径10メートルのハッピーエンドで終わったわけね、うん、杉本とアシリバの物語は、うん、ってことでしょ、うん、だからアシリバは自分の権利書を持って国定公園だからそのさ、アイヌの権利獲得のために尽力して、結果何が起きた、国定公園と博物館ですか、うん、ってオチがつくわけでしょ、うん、ね。だから基本的にアンド作家ってのはさ、要するに、あれなんだよね、要するにさ、同化問題とかってのもまあ、はっきり言って、分かってはいるんだけど、すごいね、単疑提示しましたよで終わってんだよ。つまり、うん、アリコの処理がダメじゃん。うん。はっきり言って、ほら、イケメンアイヌって言い方がすてきで、コロニアルなんだけど、うん、要するにイケメンアイヌはあの物語二人いて、白いイケメンアイヌ、キドランケと黒いイケメンアイヌはアリコっていう、もうすでに言ってることがやばいんだけど、ただもう漫画としてはそうとしか言いようがない、うん、つまりまあ黒いイケメンアイヌであるね、飛躍しているイケメンアイヌである、あーアイコはさ、結局あれじゃん、これ親父が強めに脅されるわけじゃん、うん、で親父死ぬわけじゃん、うん、要するに財宝問題、金塊問題で親父が強めに脅されるわけでしょ、要するに親父がさ、簡単に言うとオタクの息子が第7世代に入って203コーチ一緒に戦おうとしてくれてると、でもね、息子さん本当の日本人として我々は同胞と信頼できるかわからないんですよね、あなたが近海のありかを教えてくれればみたいな脅しをするわけじゃない、うん、それにほら月田じゃない、なんだっけ、ないで、菊田は罪悪感を持ってるわけじゃない、うん、それで親父が死んじまったから愛子のこと気に入ってんのにって話があるわけで、菊田が愛子を救うわけじゃない、でそのただ愛子の物語ってちゃんとね、中途半端なんだけど、愛子はさ、結局さ、自分がアイヌであるみたいな、その民族意識の落ち着けみたいなものにすごいなんだかなー感をずっと持ってたと。だからチューブラリンだったと。でも、結局それで第7世代も入るんだけど、結局その中でもやっぱりさ、その、はぐれ者扱いでしょ。で、それで、結局アシビパがほらね、そう、アイヌとして立ってるアシビを見て、俺もそれに見習いたいっつって、つぬみを裏切って歩みにやってうんぬんかんぬんじゃないですか。だから、基本的に要するに日本政府の同化政策問題ってあるわけですよ、うん、アイヌに対する、うん、その同化政策問題ってを明確に出してるっていうのは、その鶴見がアリコの親父を脅してるシーンだけなんだよね、うん、簡単に言うと、うんうん、鶴見がアリコの親父を脅してるわけよ、簡単に言うと、オタクの息子さんはね、要するにあれですよ、そのね、アイヌじゃなくて日本人なんだと、アイヌである前に日本人なんだと、だからダイナシタン入られたんだ、入ったんだと、八甲田さんの捜索も手伝ってダイナシタンも入ったと、しかしそのお宅の息子さんがね、本当に我々の同胞と思えるかどうか、親父さん、あんたは金塊なんか教えてくれないと分かんねえなーとかって落とすわけじゃない。で、結局、そのね、さらに爪は言うわけじゃん。結局さ、ね、結局日露戦争で共に戦うね、同志同胞であるかどうか、それなのに文明主義をやると。要するにアイヌ民族ってことで、日本から独立する。みんな日本人なんだよって、それ同化政策の問題ですよ、これは。うん、要するに同化政策の問題と罪は、要するにアリコの件で、アリコが、鶴見がアリコの親父を脅すときにやってるわけですよ。うん、で、アリコ自身もある意味チューブラリンだったわけで、うん、結局それは。要するに、アイヌってね、このアイデンティティうんざいと。でも、結局そのアシリパがああいうふうにアイヌとして立ってるところを見て、なんかほら、罪を裏切ってああいうことになる。うん、でもそれも中途半端な処理なんだよね。だから、結局、日本政府によるアイヌに対する同化政策の問題があったわけですよ。その同化政策の問題っては、鶴見がアリコの親父を脅してるときに、それは、悪だってことも一応同時に示してるんだけれども、ただまあそれ出してるだけなんだよねって話にはなるということなんですね。例えばこれは。結局その、ゴールデンカーメイがね、いわゆる和人とアイヌの関係性問題っていうか、要するに端的に言って、要するに植民主義的な侵略の問題っていうのをさ、アイヌに対するね、どのように取り扱ってるかってことは、これ非常に微妙な話であるわけ。で、私もお腹いっぱい。何？だから、僕は喋ってるとよくないでしょ、岸さんコメントを。いや、だから、和田ちゃん、じゃあ、まあ、でもまあ、ネタバラ案件にも抵触しかねないから、あれなんだけど。いや、だから、だから、公園とか、その、なんだ、博物館とか、その一文字で、一言っていうか、もう文字だけで終わらせるのにかかるものか。まず、基本的に国定公園っていうのはね、うん、要するに国定公園っていうのは、国定公園運動ってあるんですよ。もともとアメリカがそうなんだけど、アメリカとかからも、ヨーロッパ、アメリカから始まる国定公園運動っていうのは、うん、基本的に、その国定公園と指定されたような場所に住んでいた先住民の子だから何も考えてなかったわけです。もともと。ヨセミテ国定公園っていうのがアメリカの第一号の国定公園なんだけど、ヨセミテ国定公園には、いわゆるインディアンとかネイティブアメリカンだよ、うん。ネイティブアメリカン住んでたわけ、うん。それ何も考えないからね。うん、ネイティブアメリカンを出して国定公園。つまり、うん、アメリカ国民のためのね、要するにあれだよ、アメリカ国民が癒しを得るための国定公園ですよ、うんうん、ね、日々の労働に疲れたアメリカ、ね、国民が癒しを得るための国定公園、うん、
はっきり白人のためのもんだって。そうだよ。要するに。で、だから白人のための国定公園。で、それがある時点で、だから寄せ見て国定公園なんて、そこに住んでた先住民、追っ払って、国定公園にしたわけ、アメリカ白人のためにも。っていう動き、っていうのは、日本がやった国定公園運動も同様です。北海道もそうです。だから、基本的に言えば、そのね、国定公園運動ってのは別に先住民とね、共生だ、調和だっていうのは全くないわけ、時代が時代だし。で、ある時点からその国定公園運動ってのは要するに反先住民運動だったに等しいという。うん。待って、もう、だから、もっとだからそれさ、音取るならもっと、あなたの手元に置いといた方が取れると思うよ。俺の声聞こえるだろ、どうせ。うん。まあいいか、今、ツイキャスよりはみんな YouTube で見てるのか。まあ YouTube の方がちゃんと動画も残る。まあだから、要するに、ね、結局その、あれなんだよね。結局国定公園運動ってのは基本的に要するにね、そのざっくり言うと要するに侵略者のための白、例えばアメリカだったらアメリカ白人のための運動であって、先住民のことは無視無視無視だから、それがある時点でそれはね、国定公園運動って反先住民運動だった、うん、だからある時点から国定公園、あるじゃん、エアーズロックがさ、結局さ、エアーズロックってのはオーストラリアアボリジニの聖地だったんだけど、それは要するにあれじゃん、あのオーストラリアに移住した白人たち、あるいはその観光客のためのあれになって、あ、それはもう70年代ぐらいからだよ。結局その先住民の権利を持っている場所なんだっていう尊重をしなきゃいけないっていうことになりだすのは70年代以降なんだよね。70年代以降ってのはアシリバも死んでるかもうおばあちゃんですよ、完全にっていう話なんだよね。だからでもオーストラリアは返したじゃん、アボリジニ。だから最終的に返したんだよ、エアーズロックは。要するにエアーズロックはもうあの簡単に言うと先住民のものにして、観光客もオーストラリア白人も入山禁止にしたわけ。そうしないともひどかったんだよ。だいたいエアーズドックにゴミ法、タバコポイ捨てするやつみたいなのがいっぱいいたわけ。簡単に言えば。あのコカ・コーラのペットボトルポイ捨てやつがいっぱいいたわけ。釘でもって、なんとか参上みたいな。結局、簡単に言うとオーストラリアもアメリカもそうだし、北海道もそうなんだけど、要するに、先住民の居場所を収奪し、追っ払い収奪し、暴力的にですよ。うん、そういうことの中で結局ね、それで、ね、その、恩出した開拓者たちのね、ためのね、あれだよ、癒しの場としての国定公園とかってやってたわけですよ。素敵な大自然みたいにやってたわけですよ。それは、その場合に、そこに住んでる人間とかいらないわけ。っていうようなことを延々やってたわけ。それが、一応それはまずいんじゃねって言われ出したのは70年代以降ですよ。だから、例えば国定公園の問題っていうのは、だから、アシリパが引き継いだ、もちろんフィクションなんだけど、アシリパが権力的引き継いだ、北海道の各所はアシリパの尽力によって国定公園になりましたって言われてもねーって話なんですよ。全然あれですよね。あともっと言うと、博物館で展示されてるってのはさらに何よってことで、ダイヤ博物館問題ってあるでしょ。要するに、ダイヤ博物館って、あれじゃ、侵略者の略奪物の展示会場じゃんって話になるわけですね。結局それはそうなんだよ。要するに、博物館で展示されて文化が残ってよかったですね。パチパチなわけねえだろって話ですね。要するに、マキリが残ってよかったですね。アイヌの着物が残ってよかったですね。パチパチなわけねえだろって話なわけ。つまり、そこで生きてる人間たちは絶滅してるんだよ。絶滅してないけど、もちろんアイヌはしてないよ。ネイティブアメリカはしてないけれども、つまり、そんなさ、1200年前のマヤ文明のさ、あの遺物をね、あの民族博物館で、ね、要するに文化人類学的な博物館で、1000年前のマヤ族のね、ね、遺品が残っておりますみたいな話で、やられても困らなきゃ、20世紀まで生きてた民族の話、先住民の話を。ってことでしょ？結局そういうことなんだよ。要するに、じゃあ文化が残りゃいいじゃないわけでしょ？ってことなんですね。結局それは。当たり前じゃない。つまり、アイヌの文化ってものは語りで、その、継承するアイヌっていう主体ですね、アイデンティティを持った、主体性を持った当事者がいないと継承されるわけないじゃない。それを博物館に展示して、今はもうね、耐えたね、民族文化はここにありますって言われても困るわけですよ。っていう話があるわけですよ。っていうことなんですね、これは。だからで、これは作者はあえてやったのか、あんまりその辺さすがに分かってなかったのかっていうと、どっちなんだろうね。これ、後者な気がすんだよな、俺。分かってなかった。分かってたらあれはああいう処理はしないじゃん。てか書きたいもん書いたからもういいやっていう感じなんじゃないですか。ていうかアイヌ文化の監修者いっぱいつけてるわけよ、いや東大の赤学たちを、いやつまり別にちゃんとした人たちだよ。だからその辺から、まあまあ別にいちいちストーリーテリングは多分もう別に申し立てしてないと、しなくて思いしなくていいんだけどさ、だからあれはどうなのって話になるわけ、でだってアシリパさんが頑張って公園とか博物館作ったっていうのがおかしいじゃないですかね。公園は居留地じゃないからね。結局。だから。いや、つまり、
公園と居留地が両立しうるみたいな議論になったのは70年代以降であって、日本の国定で北海道においてもそうだが、国定公園制定運動ってのは別に、日本、アメリカでも当時そうだったよ。要するに別にあれなんだよ。別に先住民の配慮だからゼロですから。あ、そうだ。恩納村は国定公園だ。だから、そうだ、権利書使ってな、もうアシリパは何をやったのかっていうのは、いまいち、こう、なんか、そういうのが、わからずに、まあ、これ、そもそも論で言うと、この作家はね、作者はね、別にそれが悪いって意味じゃないんだよ。要するに、基本的に、先住民、なんていうかな、だから難しい話なんだよ。先住民への差別抑圧問題は、あんまり関心がない。ないから悪いって意味じゃない。だけどね。結構これすごくね、文化人類学的な話なんだよね。ただ、いや、次、ちゃんと取材はしてる。研究はしてる。だから要するにあれじゃない、その、別にアイヌの、アイヌ関係の、まあ、あれじゃ、赤学専門家たち、を、まあ、要するにあれじゃ、ブレインとは言わんけどさ、取材対象者にしてさ、そういうことも含めて、別に、なんて言ったらいいのかな。どういう面だろう。アイヌ文化の啓蒙にはすごい役立ってると思うんだが、俺は、あの辺いらないと思った人なんだけど、うんうん、ただ、いや別にアイヌ文化はどうでもいいって意味じゃなくて、うんうん、取ってつけてより嫌なんだよ。うんうん、美味しんぼ読んでるみたいで嫌なんだよ。簡単に言うと美味しんぼ読んでるみたいな気になるから嫌なんだよ。別に。だってあれ、はっきり言って物語とあんま関係ないからさ。でしょ？そうですね。あれは物語とは何も関係ないんだよ。結局アイヌの先住民文化の啓蒙エピソードって、美味しんぼ見てるようなもんで、いや別に美味しんぼはあれはあれでテーマなんだが、だから美味しんぼだから俺丸ごと基本的に読みたくないんですけど。だから取材して、あそこがなんか、うん、でも、印象的だったから書きたかったんじゃないですか。ただ、あんなものはね、基本的に文化人類学的なさ、問題であってね、つまり、結局その、なんて言ったのかな、別にこういう文化がありますありましたって形で博物館に並べるのと一緒なんだよね、うん、はっきり言えば。いや、それよりしない方が、しないよりした方がいいだろう、そう思うよ、うん、確かにそう思うけれども、いやあれは問題でございます。あ、問題かって言っても問題があると思う。あの、ただ作者は分かってやってると思うんで。じゃあ どんな展開があったらよかったんですか。え、どんな展開。いや、どんな展開って別にじゃあどうすればいいって話もないんだよ。なんでかっていうと、つまりね、これはきちんとね、あるちゃんとしたレベルで話をしなきゃいけないのは、じゃあ作者がね、どう言えばいいのかな、先住民問題についてさ、軽く扱ってるかっていうと違う、どう言えばいいんだろうね、これ作家のね、想像力の問題ってあるんだよ。問題視想像力の問題ってあって、あの作者ってね、じゃあな、なんで我々がゴールデンカムイを読んでさ、ね、その簡単に言うと先住民と侵略者の、ね、非対称関係性に思いを馳せずに済むのかって話ですね。うん、なんで思いを馳せずに済むかって簡単だよ。登場する、つまり侵略者とされる連中も全員前向きだからだよ。うん、はぐれ者だからだよ。簡単に言うと。あの当時の日本社会の中で、もう弾き飛ばされた連中しかいないからだよ、全員。うんうん、結局、いわゆる魔女劇の側も、つまり和人の側も、うん。あの漫画に出てくる和人連中も全員はぐれ者で、マイノリティで、当時の社会の規範から全部弾き飛ばされた連中だからですよ。うん、もっては全員が傷ついた連中だからですよ。結局、日露戦争とかひっくるめて。そういうことなんだよね。だから、杉本とアシリパの関係性ってのは要するにさ、結局さ、日露、あれだよね。もともと杉本って呪われた生まれじゃない。うん、つまり家族が一族老頭結核で死にたいんで、うん、親父が、彼を愛されたんでね。うん、オガと違って愛されたから、ああいう倫理観を持ってるって立て方をしてるんだけど、親父に愛されたけど、親父も結核で死に、村八分に会い、居場所がどこにもなかった人間じゃん、本州の。本州の、つまり大和の、内地のどこにも居場所がなかった人間じゃない。っていう和人でしょ？だから日露戦争に帰って、しかも、耐え難いトラウマを背負って帰ってきた男じゃない。っていう、ハグも、どこにも社会の、この日本、あの当時の日本社会にどこにも居場所がないような、はぐれ者の和人と、ね、アイヌ社会の中に居場所はあるが、結局ね、マイノリティ、つまり、あの当時の日本社会の中でマイノリティであった、当然マイノリティだった先住民であるのが、心を通じ合ったって話じゃん。しかも対等な関係で通じ合うわけじゃん。これはもう、まあ、もちろんフィクションなんだけど、杉本はさ、ね、あんな荒くれ者なのにね、最初から最後までアシリパ3ですよ、3付け。呼び捨てされてるのに杉本って呼び捨てされてるのに3付けですよ。いや、これわざとやってるわけ。これ的にやってるわけ。で、こういうのを、要するに、
あの、なんつうかな、PC 余計かって話かもしんないけどな。うん、要するに、アスリーパー杉本さんって言ってる。あ、ちょっとアスリーパー杉本って呼び捨て。で、杉本はアスリーパーさんですよ。うん、そんな戦争がない男いねえよ、あの時代。うん、で、もちろん分かってやってんだよ、作者。だから、そういう意味でのリアリティ、だって別にあの、この作品に取材とかちゃんとやってるのは認めるが、別に普通の意味でのリアリティなんか求めてないわけよ、人物造形についての。リアリティなんかないから、人物造形における。あの、リアリティっていうか、通常の意味でのリアリティはないわけよ。ただ、要するに、歪で歪んだ人間たちの歪で歪んだ、あの、内面ってものの中に即して理解できるっていうリアリティがあるってことでしょ、うん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 、それは普通の意味のリアリティと違うんだよね。自然主義的なリアリティと違うわけですよ。っていう話なんだな。これはね、あの、だから、それは実はアシリパにおいても貫徹されてるわけじゃないですか。こんなアイヌ少女いねえよ当時。杉本みたいな和人男もいねえし、うん、アシリパみたいなアイヌ少女も当時いねえよ。いなくていいんだよ。ただ、だから普通の意味でのリアリティじゃないわけ。要するに、その、史実に即してるリアリティじゃないわけ。要するに、内在的にキャラクターを現代の我々が理解できるかどうかっていうリアリティの問題なんだから、それでいいんですよ。だから、結局、この、だからこれはマカロニウエスタンの定石なんだよね、うん。簡単に言えば。マカロニウエスタンの定石、つまり、通常のウエスタンってのは、要するに、なんていうの、結局、ある種の、ジョン・フォードは俺、偉大な監督だと思うけど、規範に向けてね、ある種の規範ってものがあるわけ。アメリカ人としての規範。アメリカ人としてのあるべき規範があるわけ。それはある意味、美しいものですよ。確かに。あの、別に、アメリカ人としての美しい規範ってのは常に差別的でもない。例えば、ある意味、レディーファーストだったり、あ、なんつうかな、簡単に言うと強い女性に対してタジタジになったりもするわけ。そういう意味でのね、ある種アメリカ人としてあるべき、今でも通じうるような美しい規範を目指すみたいな話、ないんだよね。マカロニウエスタンってそれが壊れてしまったと。それ、ジョン・フォードの枠組みが壊れてしまった先にあるのがマカロニウエスタン。あるいは、サンペキンパーの世界。な、そのマカロニウエスタンがサンペキンパーの世界って何かって言うと、壊れた連中、倫理的に壊れた連中が、それでも壊れたもん同士として、つまり規範において、壊れた、崩壊した連中がその、ね、崩壊した中で繋がり合うっていうドラマって話なんだよね。何ですか？これは、仮説と共にサリーヌと、クリント・イーストウッドの違い。イエス！そうです。だから、クリント・イーストウッドはそのさ、マカロニ・ウェスタンも、まあ、サンペキンパーだけで、マカロニ・ウェスタンをくぐり抜けたイーストウッドが、その中で新たなさ、ネオ西部劇をやったわけですよ。許されざる者とかで。要するに、つまりね、簡単に言うと、人は皆傷つき、傷を負い、壊れ、トラウマを背負い、ね、なんかこう、どうしようもない。つまり、壊れてるんですよ。傷ついて壊れてる。その、傷ついて壊れてる者同士の、ね、ジョン・フォードが描いてるのは、ある意味で最上に美しいね、規範を持った、規範に向けて繋がる人間たちの繋がりじゃない。規範からは全くね、弾き飛ばされた、ね、無法者たちの、それでも繋がるんだってことを出したってね。さあ、サンペキンパーでもマカロウェスさんでもイーストウッドでもそうなわけですよ。で、その時に逆に言うとみんな弱者なんだから、その、ね、みんなね、マイノリティで弾き飛ば、弾かれ、なんつうの、惹かれ者で弾かれた者たちで弱者なんだから、弱者同士が繋がるって話なんだよね。岸さん聞いてる？聞いてます、聞いてます。だって昔の西部開拓地のフロントラインで生きてる女性はみんな叩かれるか、男に叩かれるか、犯されてるか、どっちかだもん。いや、だからそれはあるわけだよ。イーストウッドのさ、許されざるものでさ、だから娼婦たちがさ、豊島の娼婦だよ、しかも。うん、豊島の娼婦たちが顔切り刻まれてんだよね。なんでかっつうと、客がクソサディスト野郎で、気に入らないからって私の顔噛みそりで切り刻んだってね。それで、こんな私、ね、醜いでしょっていう、って言われてイーストウッドが、いや、君は綺麗だよとは言わなかったかもしれないけど、いや、君は素晴らしいよと。要するに人、そのね、豊島の娼婦で顔が切り刻まれてようが、ね、尊厳を肯定するって、そういう連帯があるわけじゃない。で、これは当時、娼婦は、売買ができたわけで、要は弁償しろって話だ。もうするし、所有者。いや、わかるけど、それはちょっとまた話は違うんだけど、ただ基本的に、鬼畜さん聞いてる？聞いてますよ。だからそれで、いや、だから、ね、いや、だから、僕はこれだけ喋ってんだから、岸田も返してほしい。特にだから、話す、返す内容がちょっとあれですよ、全然、こう、方法を聞くしかないですからね。いや、つまりね、結局、この物語がさ、簡単に言うと、アイヌと和人の権力関係、つまりアイヌと和人のさ、権力関係ってものがあるわけよ、当然、非対称な。まして、ね、和人のさ、
戦争帰りの荒くれ男とさ、アイヌの少女じゃない、うん、その権力関係をあえてさ、なんつうかな、相対化するわけですよ、結局、うん、それは、うん、だから、杉本はね、アシリパさんって言うし、アシリパは杉本って呼び捨てにするわけ、まあ、それさっき言いましたよ、言ったよ、だからそれで言うと、だから縮まるね、だからそこでつまり結局そのね、既存の権力関係みたいなものがあるわけだ、制度的な、うん、制度的な権力関係を無化するような、ある意味で無化するのは普通ね、みたいなユートピアじゃないんだよ、うん、みんなはぐれてて壊れて逸脱してて、うん、時に暴力的であるわけですよ、非常に、うん、バイオレンスなんですよ、うん、だからこそ発生するね、制度的な権力関係を相対化できるユートピアがあるっていう話なわけ、うんうん、これは非常に三ペキンパーとかまで含めてマカロニワスさんのある意味定石なんでね、うん、それを引き継いでイーストウッドまで含めて、うん、っていうような立て方をしてるわけですよ、って物語の中では、っていう時に、じゃあ実際の制度的なね、政治的なね、アイヌと和人の関係性の問題って無化されるんですよ、うん、やっぱりそれは無化されちゃうんだよね、つまりないものにされちゃうんだよ、うん、結局だって物語の中で杉本とアシリパは分かり合ってるじゃん、うん、って話なんだよね、結局はぐれ者の杉本は一貫してマイノリティだったわけ、うん、はぐれ者だったわけ、村八分になったわけよ、結核になったから、この漫画に出てくる連中って全員マイノリティじゃん、うん、だから坊太郎いるじゃん、海賊坊太郎、海賊坊太郎もほら一族労働全員暴走になってさ、放送か、うん、放送になって村八分にあって、うん、それである意味殺、あの人殺しまくってきたさ、極悪非道の男だけどマイノリティじゃない、うん、もちろんこれは例えば人殺したい白石もマイノリティですよ、みんなマイノリティなんだよ、このドラマってのはさ、基本的にその日本国の再生的なものに対して、当時の近代日本の体制の中で完全にはぐれ者、うん、もうなんていうの、意味嫌われた、あのあれだよ、もう阻害された連中、阻害された連中同士っていう繋がり方をするわけ、うん、だからそこの中で和人とアイヌっていうさ、制度的な非対称の権力関係ってものはやっぱね、相対化されて無化されてしまうっていうことなんだよね、っていう時にそれは現実のね、制度的な差別問題をやっぱり写真してんじゃないのって話にはやっぱりなると、ただ作家はそこに多分興味ないんだよね、この人の場合、当時の日本人にはどうしても儒教が絡んでくる、上下関係が、まして軍の復員兵だったら絶対にそこはありきなんだろう、でもアイヌにはそれがない、つまり日本でいうところの啓蒙がされていない、啓蒙ってトップダウン、いやだからね、結局この話の難しさって、例えばオリエンタリズムかってことなんだよね、うん、つまりコロニアルでオリエンタリズムなのかってことなんですよ、例えばつまりその辺のあれですね、アイヌ文化の紹介っていうのはじゃあオリエンタリズムって、だから今イラついてること、いや聞くよ、どうぞ、イラついてもいいから言って、俺への批判でもいいから言ってよ、全然、だからもう漫画内では特にそのあれじゃないですか、和人とアイヌ人のこのなんですか、ちょっと多分差っつうかそういうのが全然あんま書かれてなくて、もっとアイヌ人の文化しかこうセンシティブな部分だと思う、書かれてない、だからところも問題なんじゃないですか、いや問題っていうか、だから要するに、つまりね、つまりアイヌ文化の啓蒙漫画ではあるんだけれど、だから結局啓蒙してどうなのかって話なんだよ、うん、結局例えばさ、あのなんて言えばいいのかな、別にアイヌ文化を知らしめて、ああオリエンタルって話、つまりオリエンタリズムって概念があるわけですよ、うん、要するに文明人がね、かつて文明人が未開の、野蛮な未開のですね、うん、文明人が野蛮な未開の、つまり文明に毒されていない社会を見てですね、あれですよ、あの、この人たちは文、この子たちは文明に毒され、つまりあれだよ、ほら、ね、俺は冗談で言ってたんだけど、沖縄にバカンスで行くときにさ、青い空、白い海、そして我々文明人に、うん、の、文明人に、の、我々みたいな文明に毒されてないね、子供たちがね、持つね、つぶらな瞳みたいな、まっすぐなつぶらな瞳とか、オリエンタリズムですよ、うん。もちろん冗談で言ってんだけど、これは俺は。ただ、結局、じゃあね、文明社会に毒された人、近代文明に毒された人間たちからして、それが失ったものをね、近代文明に毒された人間たちが失っている、ね、なんか、例えばまっすぐさ、純粋さ、うん、無垢さ、そういう、あるいは自然との調和みたいなものを持っているアイヌ人がいるみたいな、立て方をしているかと、この漫画が、うん、それはオリエンタリズムなんだよ、間違ってんだよ、じゃあその立て方をこの漫画してるか、実はこれしてないんだ ないです、ね、なんでしてないかって簡単で、あの和人の登場人物が全員全然文明人じゃないからです、うん、誰一人で、うん、別にこれは尾形も鶴見も全然ある意味文明人じゃないわけ、うん、つまり第七師団の連中とかまで含めて全員文明人じゃないんだよ、うん、
この物語ってのは、別に文明とね、反文明の対決でも何でもないわけ。文明と野蛮の対、文明と野蛮のね、うん、対決の物語でも、あるいは文明と野蛮の相互理解の物語でもなくて、この物語に出てくる和人、つまり日本、近代日本の、ね、日露戦争まで行ったような兵隊ども、あるいは軍官僚ども、これ、この物語ってさ、全員が野蛮人なんだよ。うん、簡単に言うと、文明人は誰もいないの。文化人ですよ。鶴見も、小糸も、全然、ある意味文明人でも何でもない。つまり、人間は野蛮な世界で、野蛮な世界だからこそでもね、愛だ、つまりさ、ね、愛とか子供とか、あれじゃん。谷垣は子供を持って生まれ変わる。子供を持って光属性に完全に行く。あるいは鶴見は子供を奪われて闇属性に行く。つまり、ね、親に愛されるとか、子供を持つとか、子供を失うとか、そういう、ある意味文明とか関係ないね。なんか根源的な愛の物語の中で人間たちは苦しんだり、生きったりしてるだけで、結局、文明人と非文明人って話にならないんだよ。だからこれに出てくる和人たちは全員、ね、全員野蛮人なんだよ。これ野蛮人しか出てこないの。これもまたマカロニウエスタンなんだよ。中原中也っぽいね。だから、待って、ツイキャスは大丈夫。30分問題があると思うんだから。あ、まあ大丈夫です。中原中也がそうだったじゃん。いや、だから、いや、愛に苦しんで。いや、だから中原中也でもインテリだったから。ただ、要するに、この物語が、ね、なんつうのかな、つまりさ、オリエンタリズムにはなってないなと言えるのは、要するに全員が野蛮人だからです、登場人物が。で、作者がそういうのが好きなんでしょ。つまり、文明的な規範から逸脱した連中が好きなんだよ、変態も含めて。だってドラマになんないもん。だから、文明的なものから逸脱した変態たちが好きなんで、規範みたいなものから逸脱した連中が、くんずほぐれつするのが好きで、そこに和人も愛にも区別がないんですよ。作者の心の中では。ただ、逆に言うと、この物語の中で一番規範的なのはアシリパじゃない。ある意味ね。うん、アシリパじゃないですか。だから、まあ、その辺はね、難しい話がある。つまりさ、例えば、アイヌの変態はこの物語に出てこないじゃない。うん、みんな言うけど。だから、シートン先生がアイヌだったら、連載中止ですよって話があるわけ。いや、そういう言い方もどうかと思うんだよ。シートン先生がアイヌだったら何、アイヌ団体か当事者団体から抗議が来て連載中止したみたいな言い方もどうかと思うんだけど、この物語における変態は全員和人で、アイヌは誰一人変態はいない。つまり、この物語に出てくるアイヌってのは、ウイルク、キドラン系、インカラマツとかを除くとさ、別にあれじゃん。なんつうの、なんだっけ、赤なんだっけ、だから、色黒イケメン。ああ、はいはい。色黒イケメンの、はいはい。恋人？違う。なんだっけ、赤なんだっけ。あれ、いや、出てこない。だから、要するに、あれだよ、ほら、なんで、出てこないんだよ、俺名前が、あいつ。ど忘れしてるから。ど忘れするよ。ちょっと思い出して、岸さん。アリコ。アリコ。アリコと、だからアシリパと、あとキドランケじゃない。うん、まあ、だから、あれなんだよね。むしろさ、アイヌの方がモラルを持ってるって書き方をしてるわけじゃない。うん、いや、キドランケはいろいろあれと。アリコもアシリパも、キドランケもアイヌの方がモラルを持ってるぐらいの描き方をするわけですよ。だから、まあ、この辺はね、作者が意図的にやってるわけじゃない。当然。杉本がアシリパさんって意味、アシリパが杉本って呼びすぎするのと一緒でさ、だからね、なんて言ったらいいのかな、これはね、そこまでね、ちゃんと考えないといけない話でね、基本的に、だからこの作家にとって、和人とアイヌの非対称性問題って多分メインテーマじゃ全然ないんだよね。で、それがいいか悪いかは別としてさ、だってこの人にとっては第七師団だってはぐれ者の集まりでしょ。だみんなマイノリティなんだよ。結局その、この当時の明治政府的なさ、富国強兵の規範から言ったら全員逸脱してるわけ。梅を増やすよ。だからそういう意味で言うとオリエンタリズムではないとは言える。じゃあ例えばこの漫画はじゃあコロニアルかって言い方があるわけ。つまり、オリエンタリズムではないでしょ。つまり文明人がね、勝手にさ、文明人じゃ野蛮人とされる連中に勝手に東映漫画祭りしてさ、ね、我々文明人が失ったものをこの野蛮人は持ってるみたいな描き方を、まあ、いや、微妙だけどね。微妙だよ。じゃあ逆に言うと、
ね、先住民こそが規範性を持ってるみたいなね、うん、簡単に言うとね、あの日露戦争帰りの野蛮人どもが持っていないあのモラルというものを先住民こそが持っているみたいな描き方を確かにしてるんで、それはある種のオリエンタリズムなんじゃないのっていう微妙な問題は確かにあるんだけれども、ただじゃあオリエンタリズムでは限りないとしましょう。だとしたらじゃああれだよ、コロニアルかと、植民地主義的かと、うん、これは非常に難しいんだが、ある意味でなんて言ったらね、やっぱコロニアルだと思う俺は。この物語はこれは批判に値する。いや、つまりね、あのね、史実を、ね、このような繊細な史実を取り扱う以上、批判はされないといけないんですよ、当然。それは、それはこの世界の片隅での映画があるじゃん。映画について、結局なんていうの、要するに、大日本帝国戦争への庶民の加担って問題をさ、なんか、まあ、簡単に言うと、ネグレクトとは言わんがね、税調骨抜きにしてんじゃないのって批判はあったわけですよ。とりわけ映画について言えば。で、それが妥当かどうかは別に、そういう批判はあって叱るべきっていうか、まあいいや、この批判問題も後で言うんだけど、ただね、非常にコロニアルかつと、すごく、なんだっつうのかな、直接的に植民地主義的じゃないけど、なんかね、ポストコロニアルの悪兵だとは思う、これは。つまり何かと、ポストコロニアルの悪兵って何かと思う。要するに、文化的な主体として先住民を立てて、政治的な主体としては立てないんだよ。そう、政治的な。なんでかっつったら、アシリパは政治的な主体として立つことをやめるわけ。わかる？アシリパは森が残ればいいんだよ。簡単に言うと。森が残ればカムイは残る。って話でしょ。やると、政治的に、やると、ほら、親父のウィルクはさ、アシリパをさ、政治的な主体にしたかったんだよ。革命主体に。簡単に言えば。先住民運動の革命主体として鍛え上げたかったわけじゃん、ウィルクはアシリパを。でもアシリパは、自分は拒否するんだよね。簡単に言うと、人を殺したくないとか、例えば。要するに、杉本のためなら人を殺してもいいと。地獄に落ちる覚悟だと言うけれど、でも、革命のために人を殺しはしないんだよ。そういうことなんだよね。要するに、杉本もそうじゃん、この物語って結局さ、大義のために人は死ぬべきかって話があるわけ。それは大事なんだよ。要するに、杉本は大義のために人を殺さないんだよ。杉本は自分が生き残るためか、アシリパさんのためか以外では人を殺さないじゃない。杉本は。簡単に言うと。で、アシリパは、ね、杉本のために人を殺す覚悟は、腹は決めるが、ね、大義のためなんか絶対に人を殺さないわけじゃん。杉本にも大義なんかないんだよ。杉本にも大義はない。アシリパにも大義はない。つまり、ね、日露戦争の大義なんてクソくらい。で、結局、ウィルクが掲げた、ね、愛の独立戦争の大義もアシリパを退けるわけじゃない。で、じゃあ誰のために人を殺すか。ね、アシリパのため、ウィルクのため。あ、じゃあアシリパのため、杉本のため。お互いが大事に思ってるさ。ね、ある意味世界系的な話ですよ。結局、お互いには、ね、簡単に言うと愛する。愛ってあれだよ。セックスじゃなくてラブね。プラトニックラブなんだから。ラブ、プラトニックにお互い愛する人のためなら、自分は人を殺すが、あれと自分が生き残るためね、杉本は。でも、大義のためには人を殺さないわけですよ。アシリパは結局そうなるわけ。ウィルクの意志をつかないわけですよ。それで森が残ればいいって話になるわけじゃない。で、これは、要するに、少数民、先住民運動の革命主体としてのアシリパを、アシリパは自ら否定するわけですよ。自らそれはやめるわけ。親父を否定しないまでもやめるわけ。それで森が残ればいいって話になるわけですよ。これは森が残ればいい、文化が残ればいい、そして国定公園と博物館にアイヌのね、民族衣装やなんだっけ、アイヌの巻きが残ればいい。これはポストコロニアルな、文化的な収奪の話なんですよ、やっぱりね。直接コロニアル、直接に植民地主義的じゃないけど、ポスト植民地主義って概念があるけど、やっぱそこの中で、ね、文化搾取、文化的な収奪搾取の問題ってあるわけ。結局。つまり、先住民統治者からね、政治的な闘争主体としての、政治的な闘争主体であるということを抹消してさ、文化が残ればいいってやっちゃうわけや。だから、アシリプは森が残ればいい、カムイが残ればいい、文化が残ればいい。で、じゃあ現実は何だったんだって話ですね。ひどいわけですよ。作者は分かってやってると思うけど、現実にこの物語は1978年ですよ。
それ以前もそうだが、それ以後のアイヌに対する差別、うん、集奪、抑圧、これは官民だよ、民もだよ、うん、官民総出でやったわけ。本当にそうだよ。例えばさ、あれだよ、山口正夫っているんだよね、うん、あ、もう死んじゃったけど、山口正夫って文化人類学者いるわけよ、うん、いや、大物でしたよ、いろいろ変わり者でしたけど、うん、1931年生まれの山口正夫は、うん、もちろん大和系列なんだけど、うん、北海道出身なんですよ、うん、で1931年前の山口正夫が10歳ぐらいの頃で、うん、ガキの頃ね。つまり、1940年頭ね。この時点でね、あ、簡単に言うと、あれだよ、しつけのやつを。悪ガキが言うと、そんなこと言うと、アイヌがサラエに来るよって、俺は聞かされるんだって。うへぇ。生揚げが来るよ、みたいな感じで。ああ。アイヌは、悪いことすると、アイヌが襲われる。悪いことすると、アイヌにさらわれるよって。さらわれるっていう。あ、それは今のプーチンがやってることと同じ。だから、生ハゲみたいな扱いですよ。そんなこと言ってる。だからアイヌは完全に偉人さん、うん、偉人さん、わけのわからねえ偉人さん、アイヌが来るよ、アイヌがサラヤに来るよとか言われるわけ、うん、で、もっと言うとあれだよね、プーチンが言ってる。さらにあれだよ、だからね、それで、うん、そんな山口正夫が大学生になってからさ、だから北海道で出身で、だからアイヌを研究したり文化人類学やろうとしたから、うんうん、したらどこそこのアイヌのね、なんか長みたいなのがいるから、それ取材したらいいって言ったんだけど、その取材したら言ってたのは何ですかってね、地元のもちろん和人のさ、うん、作り酒屋の、うん、御体なんだよね。で、作り酒屋の御体がなんでそのアイヌにルートがあるかって、うん、簡単だよ。要するに、これね、官民総出でやってるわけ、トンデン平毛台もそうなんだけど、うん、アイヌの領地をどんどん追い立てて、うん、山奥にやるわけよ。畑とか全部取っちゃうわけ。取っちゃうわけ。山奥に追い立てるじゃん。すると、アイヌは領地がね、耕せないじゃん、畑とか、例えば簡単に言うと。ね。アイヌは、だから山奥に乗り上げられて、普通の意味では農業ができないわけよ。アイヌは農業してなかったわけじゃないから、狩猟民族を狩猟本気では、もうあの時代やってなかったはずなんで、ね。要するに、農耕ができないじゃん、農耕、うん、つまり農業が、うん。で、そうなるとどうなると思う？酒びたり、つまりさ、それで、ね、和人の酒屋が言うわけよ。お客さん、飲んでくださいよ！酒びたりにさせるわけ、アイヌの友達を。酒びたりにさせて、さらに沈めるわけよ、要するに。わかんないやつの、ほら。あれじゃ、型にはめるんだよ。うん、酒びたりにして、うん、ますます。もうよく知ってるな。で、酒びたりにして型にはめて、もう完全に支配下に置くわけ。うん、そんなこと別に明治政府に言われなくてもね、和人の民間人がバンバンやってるわけよ。うん、高校で補足するけど、俺、アイヌの おっさんに言われたのが、聞かされたのが、アイヌは、資産から酒を飲まされてダメになった。沖縄なんでダメになった？うちは検問できなかった。うちは、時期を信じまくった。だからね、だから、ダメになった。かなりね、結構和人の連中がさ、民間レベルでね、官民一体で民間レベルでも、簡単に言うと、ね、和人の資本、つまり作り酒屋の、しょぼい資本家たちが、あの和人ども酒びたりにして、ね、ね、骨抜きにして、型にはめて、とんこにしてやろうと思ったわけ、うん。そんなこといくらでもやってたんだよ。うん、だから、アスリパが30年頑張って、その頃のアスリパは40後半だろうが、そんな時に、山口正夫はね、小学生ですよ。うん、31年生まれの。で、ね、そんなことしてるとね、アイヌがさらに来るよみたいに言われると。うん、大正解、なんで知ってるのお前は。いや、だから、結局、いや、本当にね、差別の歴史ってひどいんですよ。先住民差別の歴史は。これは本当にひどいの。だから、それは、知った方がいいに決まってるじゃないということですね。うん、だから、ただ俺は基本的に、このゴールデンカムイの作者にね、そういう啓蒙もね、メッセージでやれってのは間違ってると思うわけ。うん、メッセージ漫画じゃなくて、うん、ね、簡単に言えばその、アイヌの差別の歴史もね、アイヌ文化に皆さん関心持ったなら、アイヌの差別の歴史を皆さん知ってくださいって、この野田悟が一言言えば、アイヌの差別の歴史もね、知ろうとする人が多いだろうになぜ言わないかって、別にさ、言わない本人の勝手ですよ。ただ、でもね、ただ基本的にやっぱりね、非常に、コロニアル、つまり植民地主義的とは言わないが、ポスト植民地主義的な文化集奪の問題だとは思う。これは非常に。今回、だから、迫
物館で国定公園でめでたしめでたしはねえよ。いやそれはシナリオとしてもちょっとあれですよね。だからただこの問題ってすっげえ余裕あってさ、いや付け加えるとだね、いやこういう批判する連中いっぱいいるじゃない。左巻きで、俺も左巻きなんだろうが左巻きでいるじゃない。それに対してさ言う連中がすごくてさ、俺さ久々に聞いたね、お前らそんなに文句つけんだらお前らが自分で作ってみろよって、うん、ゴールデンカムイを超える作品をださ、お前らがやりたいようなお前らのメッセージを届けられる作品をお前らが作ってみろよって。いや俺感動したね、悪い意味で。昔さ手塚治虫が言ったんだよ。手塚治虫がね、ほら手塚治虫先生のアニメって悪名高いじゃない、晩年のやつは、うん、手塚治虫が自分のアニメを酷評された時にね、文句を言う奴は自分でアニメを作れっつったんですよ。あの手塚治虫のアニメってあのあれですか、劇場鉄腕アトムじゃなくて、あのあれで、あれほらあれで24時間テレビ、金ちゃんがやった24時間テレビで流された火の鳥2021とかですよ。ああの火の鳥2021とかですよ。あのいや天下のダサ作と言われるっていうか、あのあれだよ、あの放送中になぜか手塚先生がその放送予定のあの火の鳥2021は絵コンテを切ったって言われるなんでコンテ切ってんの、放送中の作品のって言えたら、手塚先生が俺がコンテ切るって言ったら誰も止められなかったって話なんだけど、放送してるって誰も突っ込めないっていうね。あの、虫プロもほら、当時の虫プロってヤクザの巣窟だったからさ、安彦先生なんかマシな方だよ。富野さんとか。ほら、西崎義信が仕切った頃の虫プロで、あの、いやだからね、あ、西崎義信は、ヒロト2021の頃は仕切ってなかったけど、何が言いたいかって、だから要するに、手塚治虫の、じゃあね、手塚治虫がさ、俺のアニメをぐちゃぐちゃ言うやつは自分でアニメを作れって、うん、なんも間違ってるじゃん。じゃあ、火の鳥2021ですよ。あの手塚治虫の天下のダサ作。ダサ作ってか、手、もう論外作品。あの、火の鳥2021アニメの方ね。火の、漫画じゃないよ。アニメの火の鳥2021を、批判する、ディスるためには、アニメを作らないといけないですか。いや、アンドロイドで。つまり、あれですか、スタジオジブリのゲド戦記を作るためには、誰か代わりのゲド戦記を作らないといけないですか。うん、まず、ログインと交渉しないといけないですか。いや、バカバカしいのは、お前ら、ヒロトリ2021は言わずもがな、お前らゲド戦記の時あれだけクソムス言ってたくせに、ゴールデンカメがディスられると、じゃあお前が作れとおかしいだろって話ね。当たり前です。ヒロトリ2021ってアンドロイドが出てくるやつ。いや、俺もちろん見てないから。なんとも言えない。あれですか。だってあれ、DVD になってんの、大体あれ。ソフト化されてんの、あの伝説の多作は。要するに、いや、じゃあ、あれだよ、別にジブリのゲド戦記をクソミソ言った連中は、じゃあアニメを、同じアニメを作れっていう話になるのかと。うん、まだ存命だったアシャール・グリーンの、たぶん著作権、まず、業界取ってからやるっていうのかと。なわけねえじゃん。だから当たり前じゃん。批判するなら作らなきゃいけないって話はないんですよ。もちろん。だったら、ね、宮崎吾朗監督のゲド戦記も、アニメ作ってからじゃないと批判できないのかって話になるでしょ。だから、いや、だから、やっぱファン人ってね、みんななんかあれだね、脳みそ飛ぶんだね。うん、いや、お前作れよとか言うわけよ、みんな。だから、ゴールデンカムイの政治的な最終的な処理が間違ってね、どうかと思うっていうコメントに対して、お前が作れてどうかと思うんだよね。じゃあ、あれですか、じゃあ、そこの、公演とか。なお、別に野田悟の、ね、野田悟はすごいね、ギリギリでいい仕事をしたと思う。やると、だって当たり前じゃん、語るに値しない漫画をこんなに何時間も語りますか、うん、って話なんだよね。批判するってことは批判するに値するってことなんで、批判する、語るってことは語るに値するんだし、批判するってことは批判するに値するわけですよ。私らはさ、月曜日のタワーって社会現象としては語るけど、作品の内容なんて語る気ないじゃん。どうせ語るに値しないでしょ。いや、つまんないですよ。でしょ、宇崎ちゃんもそうじゃん。ゴールデンカムイについては語るに値するわけですよ、うん、批判するに値するわけですよ。ってことじゃない。いや別に現象としてのゴールデンカムイを語るんじゃなくて、やっぱりね、ゴールデンカムイの、が、だから、が、内包しているものって山ほどあって、うん、それについてやっぱりね、批判も含めて語るべきことがある。で、さあ、批判するに値するって話なんですよ。つまり、結論から言えば、くだらないものをね、わざわざ批判する気ないから、はっきり言ってね。だから、そこはね、だからね、じゃあ作ってみろみたいなのがいっぱいあったんだよね。うん、ツイッターとか、ハッタブックマークで。それはどうなのかと思う、まず批判者に対してね。いや、そのラストのそのだから公園とか美術博物館作ったってところを
あの、アシリッパさんは独立運動とかいろいろとこう、頑張ってな、積極的にいろいろと試みたけど、アシリッパは頑張ってのは別にいいんだよ。それ実際の、アイノもそうだよ。いや、頑張ったけどダメだったみたいな方に書くときはよかったんですか。何が？いや、だからいろいろと独立運動。あ、だからそれについては、さらに話があって、ちょっとトイレ行かせて。あの、トイレ行かせて。いやいや、これは語ることさらに話あるんだよ。うん、この、じゃあどうするかって話よ。だから、じゃあどういう結末がっていうのは、それね、トリガーある。あの、これまた議論があるんですよ。こういう話を受けるんですかね。そこはちょっとあれですよね。そうなんですよ。この枝分かれすぎてね。いや、自分は全然分かるんですけど、話とか。どうなんでしょう。これが受けるかどうかっていうの。一理ある話だったら分かるんですよ。でね、これについてはね、あれなんだよね。アシリパさんはいろいろ頑張ったけど、やっぱシーズン通りになりましたみたいな感じで、これ。見えたのね。にすれば、まあ良かったのかっていう。浅いね。いや、まあ浅いっすよ。浅い健一だね。あのね、いや、その1ページとかその短文で済ますんだったら、それぐらいで済ますしかないんじゃないか。いや、つまりね、あの、要するに、あの、あ、まあ、このさ、このゴルカ問題についてね、要するに、例えばさ、あの、ゴルカムのこの結末について、それは政治的に同様みたいなことも含めてさ、批判はいっぱい出たわけじゃない？それで紛糾してるわけじゃない？ネットでさ、さっき言ったようにさ、だったらお前が救ってみろみたいなさ、何その手塚治虫みたいなさ。まあ、それでさっき言った。はい、それで。とはいえね、いや、そんな愚かなことは言わないんだが、いや、これについて面白いこと言ったのがさ、あれだよ。ほら、昔ちょっと、だいぶ昔にちょっとだけ付き合いがあるから、あったからって関係ないけど、北斗っているじゃない有名な。それで。あの、ツイッターで。だから、北斗が面白いこと言ってね。いや、さすがだよ。いや、北斗はね、あの、やっぱり、私とためなんだが、伊達にね、やっぱ、北斗はね、波のオタじゃないし、あいつオタなんだよ。まあ、本人も構わずしてるから。波のオタじゃないし、波の左翼じゃないんだよ。いや、波のオタじゃなくて波の左翼じゃない男は、やっぱこういうことを言うと。つまりさ、ゴールデンカムイのエンドについて、ラストについて、言ったんだよ、北斗は。ね。夢じゃ夢でござるエンドかって。わかる？柳生一族の陰謀は知ってる？いや、深田金次監督の。わかんないです。あ、これは結局夢じゃ夢でござるエンドかと。あ、わかんない。あ、つまり、要するにさ、ほら、例えば最後の白石、白石金塊発掘して南の国の王様は坊太郎の意思継いで、みたいな、ある意味ちゃんちゃんみたいな感じじゃん。結局、最後は。いや、別にいいんだよ。要するに、知らないから、柳生一族の陰謀を見てないんですね、吉さんは。見てないです。いや、ちゃんとね、北斗読んでよ、北斗見てよ、北斗は。だから要するに、柳生一族の陰謀ってのは、だから調べなくていいから、俺が説明する。要するに、柳生一族の陰謀って、要するに、深川賢治が70年代に、東映薬剤から飛ばした後にやったやつで、要するに、その、簡単に言うと、史実改変ものですよ。簡単に言うと、あの、徳川二代目の秀忠が死んで三代目家光にね、という中で、そうですね、徳川の中で、その、跡目争い的な暗闘を繰り広げるわけよ。で、その中で、最後ね、あれなんだよね、その、徳川家の中で暗闘を繰り広げて、あの、伊賀忍者、甲賀忍者とかと永遠バトルやるわけですよ。もう、ケレミ溢れる。で、その中で最後にね、あれなんだよね、それを仕切ってんのが、あの、ヨルゼア金之助演ずるなんとか頼の神ってやつなんでね、その黒幕が、あの、ヨルゼア金之助やってんだけど、それが、結局ね、要するに何のためにね、その暗闘を、その、やってるかっていうと、大政側ね、あの、徳川幕府側の金之助やってるかっていうと、要するに、家光を盤石な三代目将軍にするためなんですよ。なるほど。ところが、三代目将軍家光は結局殺されて、首がゴロゴロってなるわけですよ。簡単に言うと、その三代目家光は、あの、殺されちまうって話なんですよ。殺されて首がゴロゴロ、松ヶ崎陽気なんだけど。その首を抱いたね、金之助がね、これは夢だー夢でござーってやるんだよ。つまり、要するに結局ね、あの、
家光が死ぬわけないと。家光にね、後を継がせて、盤石な徳川のね、あの、地平をね、徳川の太平の世をね、作るはずが、家光が殺された。ね。な、バカなって番狂わせ、うんうん。これは、夢だ、夢だ、夢でござーってなるわけですよ。金之助が大演説するわけ。素晴らしいんだけど、あ、こういうエンドかよって。あ、つまり、ポイントは何かっていうと、要するに、まあ、そういう、つまり、そういう、ね、歴史改変エンドにするんだったら、うん、タランティーノくらい突き抜けろよって言ったわけ。北斗は、うん。要するに、夢ちゃ夢でござるエンドっていうのは、要するに歴史改変エンドでしょ結局。うん、ね、歴史改変エンドをやるんだったら、もっとね、突き抜けろやってことですね。で、タランティーノのようにと。だから白石の、つまり結局、国作ったっていうのが歴史改変エンドだって。いやいや、もっと、いやいや、だから結局、この場合二つあって、白石が最後国作るってファンタジーじゃん。うん、完全にファンタジーじゃない、うん。結局これはファンタジーですよって落とし方をしたわけでしょ、うん、ってのが一つ、うん。まず。白石が国作って金貨って完全にファンタジーエンドじゃない、うん。まずファンタジーですよって改めて宣言したんですね。一、うん、つ。で、もう一つは、結局、ね、中途半端な歴史改変してんじゃん。要するに足にパワー権利書を持って戦って、で、それで、ああ、なるじゃん、あれじゃん、アイヌたちの悲願の、権利書に書いてあった北海道のいろんなアイヌの権利のある土地は国定公園になりました。うん、そういう中途半端な歴史改変すんだよってことでね。だから、北斗に言わせれば、ね、北斗はずっとリアルタイムで言ったらしいんだけど、要するに、最終話は、逆にね、ほら、この後、1907年以降押し寄せる。さっき言うと、1907年以前もそうだが、7年以降もよりアイヌの抑圧、差別、同化政策ひどいわけですよ。官民こぞっての同化政策。っていうようなね、もっと言うとだって、あれだよ、チカパシなんてさ、あ、チカパシは腹太に行ってるからいいんだけど、あれだよ、あの頃のアシリパは違うけど、だってあの1907年でしょ。で、あの頃生まれたアイヌの子たちってのは、下手すりゃ徴兵されるんだよ。うん、太平洋戦争、日中戦争、太平洋戦争に。っていうことなんだよね。で、っていうような、結局ね、悲劇エンド。つまり、史実通りの、無残なエンドに行くのか、うん、あるいはもっとね、突き抜けて、蝦夷共和国独立みたいな、エンドに行くのか、どっちなんだろうと思ってたら、すっげえ中途半端に国定公園、うん、それはどうよってことだよね、うん。で、さらに言えばだから最後に、白石が金貨で王国作って、うん、ああ、所詮ファン、ああ、結局ファンタジーやーってやるんだったら、ね。それで中途半端な歴史改変して、なんだよそれって俺ね。うん、だから史実通りの悲劇に行く、悲惨な展開、史実通りの悲惨な展開になるって話になるのか、うん、あるいは突き抜けるんだったら蝦夷共和国くらい突き抜けろと。うん、タランティーノあれやったぞっていうわけだ、うん、彼は、うん。で、この前のタランティーノってジャンゴもそうだけど、イングロリアスバスターズを言ってんだと思うんだよね。イングロリアスバスターズってのはさ、あれじゃん、ほら。ユダヤ人を含む、ユダヤ人、うん、簡単に言うとアメリカのユダヤ人殺し屋部隊がさ、ヒトラーぶっ殺すって話なんですね。ザクザクに言うと、うんうん。しかしね、タランティーノぐらい突き抜けろって言ってもね、イングロリアスバスターズだって、悪ふざけの極地なんで、うん、いや、タランティーノに、なんつうの、歴史的な問題意識がないとは言わないが、おおむね悪ふざけなんですよ。うん、まあ、だからその辺は、ゴールデンカムイと似てるかもしんないが、ただね、イングロリアスバスターズのさ、別に、ユダヤ人、アメリカが育成したユダヤ人の皆殺しダーティーダズン部隊がさ、ヒトラーぶっ殺すってのはさ、あれはタランティーノだから許されたようなもんでね。うん、やっぱり悪ふざけ全開。つまり、ナチスをテーマにしてあれだけ大規模に悪ふざけやるってのはやっぱりタランティーノのこれまでの作風とか名声があって許されたようなものであって、じゃあ、いやだからタランティーノを引き合いに出すのはどうね。じゃあ、だからタランティーノはあれはタランティーノだからイングロリアスバスターズは許されたんであってってことで言うと、うん、まあ、野田悟がそういうことになるかっていうとならないと思うが、ただ面白かったですね。夢じゃ夢でござるエンドに、うん。つまり、家光の首がゴロゴロって話じゃない。うん、例えば、家光の首がゴロゴロっては柳生一族の陰謀だよ。でも実際はこれ、柳生一族の陰謀、エンドであるんだけど、で、もちろん家光の首がコロコロ、家光が殺されたってことは、徳川幕府のね、うん、歴史には残っていないと、うん。そういう黒歴史は抹消されるんだと。家光は生きていたことになっていると。うんいうことになるわけね。でも、それでいくんだったら、大奥の方がいいわけよ。吉永文の。うん、吉永文の大奥ってのは、その辺をうまくやるわけじゃん。つまり、不都合な歴史、つまり、女が政権を延々取っていて、女が歴代将軍だったって歴史は、西郷隆盛によって、全部抹消されるわけですよ。っていうことなんでね。生死があり、
その政治、つまり国にとってその明治政府体制にとって都合がいい政治がいい、その裏にはこういうものがあったんだっていう二重構えっていうのがあるわけですよね。ただ基本的に、だからゴールデンカムイもじゃあそういうね、あの義士、あえて批評的な義士をやれっていう話なんだったら、でもね、結局ゴールデンカムイの作者ってあんまりそういうこと関心ないんだよね、うん、ってオチがつくんだよ、やっぱり。基本的に、少数民族抑圧の問題ってものをこの人は本気のテーマにはしてないから悪いと言ってるわけじゃ全くなくて、あんまりないんだよ。だから、別に、それは全然構わないんだけど、これで取材始めるまでは、アイヌの問題とか別に関心がなかったと。言っている。言ってるのは別にいいんだよ、全然。ただ、この中でこの人が言ってるのがさ、これはほら、作者の最後インタビューがあるわけ、この公式ファンブックにね。で、インタビューの中で言ってんのがさ、本作を執筆される以前からアイヌ文化への関心はあったんでしょうかって聞かれてね、ありませんでした、いや正直でいいんだけど、この作品で関心を持っていただけるとありがたいですねと。偏見というのは無知から来ますので、アイヌ文化を知りたければ北海道に行かず日本全国あちこちにアイヌ文化を展示している博物館資料館があり、知識のある学芸員さんがおりますのでぜひ聞いてくださいですって、うん、あ、わかんないか、うん、つまりだから博物館の問題じゃないんだよ。だから、うん。いや、それはわかりますよ、うん。カムイってのは、カムイを語り使える奴がいないと消えるわけじゃん。うん、結局。カムイ、つまりさ、森が残り、森にカムイがいる。だから森にカムイがいるっていう人間の観念があるわけじゃん。うん、その観念を持っているものがね、継承されないと途絶えるわけじゃない。それが途絶えつつある現状があるってことでしょ。もっと言えば。だからそれは文化が、ついえかけてるって話だよね。もう研究員しかいないってことですね。ただね、この問題はだから僕ね、この漫画って基本的にオリエンタリズムとは思わない、うん、なぜオリエンタリズムないかって言うと、別にあれなんだもん、登場人物が和人も全員文明人じゃないからです、うんうんうん、野蛮人です、みんな野蛮人だからですってのが一つで、もう一つに、いやだからそれでいいのかって話あるけど、であとはじゃあコロニアルかっていうと、つまり植民主義的かっていうと、うん、ポストコロニアル、つまりポスト植民主義的ではあるかもしれない、つまりポスト植民主義的であったらやっぱりそのあれなんだよ、博物館主義なんだよ、うん、つまりアイヌの文化の啓蒙をすればそれでいいって、やっぱりそういう結論になっちゃってる。そうですね、アイヌ文化さえ残れば、文化があったってことさえ残ればいいみたいな感じになってるんですよね。だよね、だからそれはその、うん、アイヌ人だからウイヌクの理念を、つまり、まあ、なぜかっていうと、この作家はやっぱりさ、基本的に言うと、要するにつまりさ、人間は殺し合うっていうことから、ね、殺し合わざるを得ないんだが、そっから人間はね、なんつうのかな、そこをさ、こう抜け出ることができるんじゃないかってのは一応あったんでしょ、うん、結局。その理想が、アシリパと、あれじゃん、杉本に集約されるわけじゃん。うん、だから、ね、アシリパさん、一緒に、アシリパさんの村に帰ろうで。うん、で、多分、あれから杉本は人殺してないでしょ、うん、って話じゃない、うん。そこなんだよね。結局その、だから、ウイヌクの方針はアシリパは拒否するわけですよ。ってことなんだよね。で、それが悪いかって言うと別に、この人の世界観だからそれはいいんじゃない、うん、ただ一方で、だ、これどうなってんだろうね。でも変態祭りと殺し合い大好きで書いてるじゃない。変態祭りも殺し合いも大好きじゃん、この人。で、一方で、だからね、でもやっぱり結局人は文化伝統を守るべき。だからさ、その文化って博物館に展示されて文化が残ってまだしないからね。そんな1200年、2000年以上前のマヤ族のさ、ね、なんか遺物が残ってるから文化が続いてるなんてないわけですよ。ただの博物館の展示品ですよ。結局。だから、この人がね、だからこの作者が言ってるさ、アイヌのさ、だからそのね、食文化みたいなものとかっていうのはさ、いや別にそれは伝えた方がいいんだよ。うん、だからそれは博物館の展示品になってるんじゃないのってことはある。だからって当たり前だけど、じゃあ江戸共和国独立なんて言ったってただのフィクションにしかならないじゃん。当たり前だけど。だからそれはタランティーノでやれやって。うん、つまり、タランティーノは当然ただの絵空ごと作りごと人を食った絵空ごとしか、タランティーノは、あるいは柳生一族の陰謀もそうだけど、全部人を作った作り物でしかないって、もちろん作り手がやってるわけですよ。だから人を食った作り物をやれやって話かもしんないが、まあ、この人はね、基本的に、なってたのかな。簡単に言うと、政治的な問題意識はそんなに強くないがゆえに、単純に多文化の尊重はすごく真面目なんだよ。うん、アイヌ文化の尊重、アイヌ文化についてはすごい真面目なんだよ。だから、真面目だと何が起きるかって簡単で、
人を食ったような安らごとは書けないんだよ、うん、ってことなんだよね、うん、結局人を食ったような安らごとは書けない。つまりアメリカのユダヤ人あのドヨゴレ部隊がねヒトラーをぶち殺すなんていう人を食った安らごとは書けないってことだよね、タランティーノの容疑はっていう話なんだよね、うん、だから僕はやっぱりね批判者側もここら辺までちゃんと読み込んで批判、あの北斗はやってると思う、多分北斗は分かってやってる、批判者側もここら辺まで全部読み込んで批判した方がいいと思うし、これは批判なんですよ。ただ批判者側もここら辺まで全部ね作者がどういうねあれでやってるかってことまで全部読み込んでやった方がいい、つまり何が足りない何が足りないって言ってもしょうがないんですよ、結局やっぱりそれはね。いや俺はドラマ剣だったらあれだよ、鶴見のラストは納得いかないし、あの尾形のラストも納得いきません。ただいわゆる作者が直面せざるを得なかったいわゆる政治問題について作者がどのように処理したかっていうことについて言えば、作者がねどういうねあの簡単に言うとそういうことについてどういう問題意識を持ってこのドラマを作ってきたかっていうことはちゃんと考えなきゃいけないと思うわけですよ。それはやっぱりね、それはそういうの全部汲み取った上で批判すべきであるし、あらあら一方でそういうね批判をポリコレ批判だっつって退けて、お前らじゃあお前が作れよとかってね手塚治虫みたいなことを言うのもどうかと思うわけですよ。ということですね、吉さんどう思いますか。いやお前が作れよっつうのはなんかあれじゃないですか。てか、うん、特に何も思うことは今のところないですけどね。いや吉さん、オタクはそれでいいんですか。いや自分は明るのオタク代表の一人ですよ、ね、いや自意識的に自分はオタクからもはぐれたなんかこうただのキモいやつ的なことなんですかね。あ、だからシートン先生なの。どうなんですかね。まあそれは話を置いといて、うん、あ、でも何こういうことを考えない。ん、俺はこういうことを語りたいんだよね。語りたい、語れていいんだけど、語れて満足だけど、あのだから PC 問題って言うじゃん、うん、だからカッコポリコレってね、だから吉木さんがだから戦場的なタイトルつけた方が人が見ますよって言うから、じゃあカッコポリコレってつけとか。自分これも正直言ってあんまり分かりづらいなと思いますけどね。何俺の話。いやいや、このタイトルからしてこうもうちょい分かりやすいタイトルやる。だからポリコレって今ネットのもうどんどん不調になってるよ、うん、不調つまり共通行動になってる。だからあのほら2年前に比べたって今ポリコレってああポリコレねって話になっちゃってるよ完全に。そうなんですね。うん、だから、あの、だから僕は基本的にね、表現物とポリコレ、いわゆるポリティカリコレクションの問題。あれはポリティカリコレクションってか、要するに、あれだよね、結局、差別問題についてだよ。俺はポリコレって、だからカッコつけろって言ったのは、俺はポリコレって言い方好きじゃなくて、結局、ある表現物が差別問題について、大衆、ある大衆的な表現物が、差別問題について、どれだけね、どういう形でね、簡単に言うと、向き合ってやっているかってことはちゃんと考えるべきだと思っているわけですよ。基本的に言えば、それは。で、僕はよくわからない。月曜日のタワーの作者はそんなに考えてるのか知らない。いやいや、読んでないから何とも言えない。としか言えないので、読んでないのに言うなって話かもしれない。ただ、ゴールデンカムについては、これはね、作者は差別問題を考えてないわけではないんですよ。ないんだよ。多分ない。だけど、ただ、作者は多分ね、この野田悟は野田悟の観点からやってることっていうのがあるわけ。で、それは限界というかどうかだよね。で、ただその上で批判をするべきなんだけど、ただ、基本的に言うと、野田悟がじゃあ何をね、考えて何を目指すべきと思ってどういう着地をしたかってことは、まあ、あとはっきり言ってそもそもそんなに結局ね、この人ははぐれ者たちのドラマが好きなわけであって、そんなにと、だからいわゆるね、政治的な公式論としての差別問題にそんなに、やっぱり注力したいタイプではないだろう、ということも含めて、だからこその限界が博物館でしょってことだと思う。だから、アイヌ文化にはすごい注目してるけど、そのアイヌ人のなんだろう、こう、思いとかその辺についてあんまり組んでなかったんじゃないですか。そこはちゃんと丁寧に書こうと。文化とかについては丁寧に。だからこれは非常に限界があるわけよ、うん、だから簡単に言うとアイヌのネガティブな面って一切書かないでしょ。簡単に言うとアイヌのネガティブな、アイヌ、まず変態にアイヌがいないわけだ、うん、まず変態にアイヌはいないし、アイヌ文化のネガティブな側面って一切書かないわけでしょ、うん、
で、それは単にこのポリコレなご時世だからとかって話じゃなくて、あるいは当事者団体から抗議を受けるからとかいう話でもなくてもなくて、結局その、なんて言えばいいのかな。だかただ、先住民文化をちゃんと丁寧に書こうとした。ただ、この人の中ではね、やっぱりその、あれなんだよ。はぐれ者へのシンパシーがすごく強いんだと思う。結局。その、はぐれ者の一つとしてのアイヌっていうね、いいよ。アイヌっていう、アイヌっていうね、アイデンティティを持った文化共同体的な人々があったんだと思う。だから、それは全然、だから、オリエンタリズムではないんだよね。別に。ただじゃあこういう観点がいいかっていうと、それは批判が妥当する、批判に値するが、批判するに値するだけのことをこの人、つまり批判するに値するだけにこの人はこの人なりに考えてやってんだとは思う、うん、思う。ただ根本的にやっぱり、政治問題には関心がないんだと思う。だからさ、文化面にしかありますよ。いや、政治と文化って二極じゃないんだよ。うん。まあまあまあ、そうだけど。つまり、はぐれ者へのシンパシーみたいなものをすごく持つわけだよね。うん、だって、はっきり言って、藤田和弘はさ、逆に言うとファンタジーに特化するじゃない。うん、藤田和弘が少数民族問題やったら、多分こういう点、話になるよ。うん。つまり、はぐれ者へのシンパシーを持つ人が少数民族問題をやったら、結局、藤田和弘が、まあ、いわゆるマジョリティ側だとしましょう。だから、つまりさ、マジョリティ、つまりさ、政治的に、あるいはさ、歴史的に言ったらマジョリティ側である人間がさ、つまりマイノリティ側にすっげえ肩入れするってあるわけじゃない。藤田和弘ってそうじゃない。藤田和弘は後ろ虎で言えば、虎に、あれ、虎だよね、もう食ったさっつって消えるあいつ。虎とか白面のものにどう考えてもシンパシー持ってるじゃない。でしょ？藤田和弘が偉いところってのは、要するに言うのは、その他の、凡庸な人間どもにもさ、一応、シンパシーを寄せるからいいんだけど、藤田和弘の、あれ、自分ははぐれ者だっていうさ、パース、あ、まあ、大丈夫。こっちは続いて大丈夫です。藤田和弘がさ、の、自分ははぐれ者だっていうマインドから言ったらさ、どう考えても白面のものとか虎に感情移入するに決まってるわけじゃない。うん。でしょ？っていうことなんだよね。だからこれを結局、後ろったらは完全なるファンタジーでやってからいいんだよ。あれは寄生獣でもいいんだよ。あれは完全なるファンタジーでやってからいいんだよ。要するに、それを、いわゆる現存の歴史的な少数民族問題、先住民問題とかでやった場合に、多分同じようなことが起きるわけ。うん、ってことなんだよね。それはそうなんだよ。結局、だからそれは所詮ね、なんつうのかな、フィクションをやる、こう妄想しがち、夢見がちな作家というのは、自分ははぐれ者だって意識だけで、はぐれ者への共感を持つだけであって、現実の歴史的な政治的なマイノリティ問題への想像力が足りないみたいな、つまりね、具体的な想像力が足りないみたいな話はあるかもしれないが、しかしね、なんと言ったらいいんだろうね。それを言ったらアドルフに次だってそうだよ。つまり、結局、作家にとってはね、ああいう、つまり、手塚治虫が本当にね、ユダヤ人問題をね、なんか深刻な問題と思ってアドルフに次を、書いたわけがないんですよ。ないんですよ。結局。手塚治虫は別に、ホロコーストを、ね、ちゃんと問題化したくてあの漫画を書いたわけじゃないんだよね。結局。要するに、手塚治虫の中で、人間の、あいつの持ってるニヒリズムの中でさ、人間のドラマみたいなものを書くときに格好の題材があれだったわけでしょ。いっぱい題材がここにもあったわけ。江戸時代でも何でもいいんだけど。ムーでもいいんだよ。だからムーだったらほら、あれじゃん、バイセクシャルが出てくるわけじゃん、ムーは。うん、ムーはバイセクシャルをテーマにしてるわけですよ。ゲイセクシャルとバイセクシャルをテーマにしてるわけですよ。だからって多分手塚先生はゲイセクシャル、バイセクシャルに政治的な問題しかないんですよ。手塚先生は、あれなんだよ。別にホロコーストと言っても政治的な問題しかないんですよ。手塚先生が言ったら全ては題材なんだよね。はっきり言って。全ては題材なんだけど、あれだけのものが作れるってことでしょ、結局。だから、ただ、じゃ、手塚治虫に、なんつうかな、歴史的な政治的な問題意識がちゃんとあったかってことを問い詰めていくと、あらしかないわけ。うん、はっきり言えば。なんでかって、手塚治虫がやりたかったことってのは、基本的にはドラマをやりたいんだよ。そのドラマの素材があればいいんだよ。で、あとは彼が考える、ニヒリズムみたいなものに合致するから、ムーを書き、アドルフに都合を書くわけでしょ。っていうようなことってあるんですね、これは。本当に。手塚治虫はホロコーストについて別になんかこう政治的なきついした問題しか持ってない。なんでかって？つまり、
ある種のフィクション作家ってそういうもんだから、うん、だからそれは藤本たつきだってそういう側面はすごくあるわけ。ただ手塚治虫の方にやれないって話でしょってことだとは思う。だってアドルフに次ぐだってムーだって俺は傑作だと思いますよ。でもあれはいっぱいあるよね、やっぱりそれは。だからアドルフに次ぐを捕まえて手塚治虫の人間主義みたいなもの、なんていうのかな、あれは人間主義っていうのか、なんていうのかな、手塚治虫さ、あのニヒリズムとヒューマニズムの極、もう極北に触れまくるさ、なんていうのかな、極端な人間主義、つまり普通の人間主義じゃないんだよ、手塚治虫のあの極端な人間主義はホロコースト問題をちゃんと捕まえていないっていう批判は成立するけれど、だったら別にあれなんだよね。だから、それはゴールデンカメラそうじゃない。ってことでしょ？ゴールデンカメラ野田悟の作家性は、現存の歴史的な先住民問題を扱うに適していないって話になるわけ。うん、適していないと思うよ。多分本人も適していないと思ったと思うよ。書きながら。適していないと思いながらも誠実にやったんだよ、彼なりに。で、結果、あれじゃん、ジビエグルメ機構でさ、うん、俺、この辺つまんなかったんだけど、はっきり言って。だから迫害されていく過程とか、されてるようなこう状況とかをこうちょっと少し ちりばめて いけばちょっとは良かったかもしれないですけど、そういうのが一切なかったっていうのが。だってあれだもん、だってあれじゃん、ほら、あの愛のジビエグルメ機構さ、どれ読んでもさ、なんていうのかな、あのアリバイとはだ言わないが、誠実に書いてらっしゃるが、正直面白くないのでってとこだよね。まあ本人が本当に書きたいのはこれじゃないっていうのは明確だからさ、明瞭なんだよね。村でも少しはあ、なんだろう、和人から迫害されてるような。だから手塚治虫がアドルフに次いで書きたかったことってのはさ、人間が理不尽な環境の中で理不尽に憎しみ合い殺し合いさ、その中で人間性が崩壊していくって話じゃないですか、うん、っていうさ、歴史の悲劇の輪廻で最後虚無ラストになるじゃない、うん、っていうのを書きたいんだよね。だからそのための出しかよ歴史はって話じゃない、うん、そのための出しで歴史で、歴史の中でね、あの殺されたり差別されたり抑圧されたり迫害されたりやったら出しかよって。しかし作家ってそういうもんなんだよね、良くも悪くもっていう話なんだよな。だからね、まあ野田悟の限界だったって言い方はあると思う。ただ僕はこの限界は限界として、彼は頑張ったってか、彼って、つまり野田悟という作家は頑張ったと思う。思うよ、俺は。もっとその先住民問題についてのコメンテーターとか、そういう人をもっとバンバンこう、に取材しまくった方が良かったかもしれない。いやいや、別にだって、つまり、基本的に言うと、だからそういう大文字の歴史のことに多分根本的に関心がない。うん、ないんだよね。ないんだよ。あ、つまりないっていうか、つまり、どう言えばいいんだろうな、司馬遼太郎のようにさ、歴史ドラマを書きたいわけじゃないんだよ。なんでかって言うと、司馬遼太郎の作品ってさ、あいつはさ、結構さ、個別のキャラクターを魅力的に描ける才能があるからあれなんだけど、結局、やっぱりね、坂の上の雲以降顕著なんだけど、やっぱ、歴史が主役なんだよ。秋山さぬゆきが主役じゃない、歴史が主役なんだよ。結局。じゃあこの人はそういう歴史を書きたいのかっていうと違うね。はぐれ者たちのピカレスクロマンとマカロニベスタンを書きたかった。うん、で、そのピカレスクロマンやマカロニベスタンの中でだよ。サンペキンパーとかがそうであるように、結局人間ははぐれ者たちが愛し合ったり憎み合ったり、そういうものを描きたかったんだよね。その中で人は安らぎの場を求められるかどうかってことを書いたわけでしょ？っていうことなんだよね。だってさ、じゃあなんでさ、あんなさ、例えば、牛山とかなんで死ぬんだよとか思うじゃない、うん、つまり、なんで死ぬかっていうと、要するに、アシリパは、つまりさ、あれだよ、セーラー服と機関銃みたいなもんだよ。ほら、映画で、角川映画もそうだし、木杉隆夫の主題歌もそうだけど、愛した男たちを輝きに変えて、いつの日か僕のことを思い出すかい。つまり、セーラー服と機関銃って、要するにさ、なんだっけ、泉ちゃんってさ、薬師丸ひろ子さ、のために男がいっぱい死んでくんだよ。うん、泉ちゃんのために男たちがいっぱい死んでくんだよ。その泉ちゃんのために男たちが死んでった男たちの思いを乗せて泉ちゃんは生きるって話なんだよね、雑に言えば。だからせめてとアシリパが
生きていくためにいろんな男たちが死ぬっていう道具だったんだよね。やっぱりその、だからじゃなきゃ牛山が死ぬ必要はないわけ。だから、アシリパが生きていくためにいろんな男たちが死んでいくっていう話になってるわけですよ。だから、結局やるとね、それってさ、別に歴史とか政治とか関係ないじゃない。って話ですよね。だから、ソフィアがなんで死ぬかってからアシリパのために死ぬんだよ。アシリパが未来を生きていくために死ぬんだよ。それはどうなのかって話じゃない。だから、この人にとってやっぱそっちの方がよっぽど重要なんだよ。で、だから、ね、作家はそれを重要視してないから批判すべきでないって話にはならない。なんでかって当たり前だけど、そりゃ史実をテーマにちゃんとやるね、やってんだから、だったら批判にすべきなんですよ。で、批判に値するだけのことをやってるんだから、批判すべきです。つまり批判をするってことは敬意の表れなんですよ。当たり前じゃないですか。月曜日のカバーとか僕読んでないんだけど、批判に値するの。内容は。日経君の広告の問題と別に内容は。内容は読む時間が人生のこう、なんだろう。あ、ちなみにさ、タワーはあれなんだけど、いくらけ言うなさ、あのさ、タワーのさ、なんだっけ、ほら、あれだ、日経のポスターさ、あれさ、なんか結構、なんかさ、あれじゃん、ほら、要するに月曜日のタワーってよくわからんけど、女子高生の胸をやたらめったら強調する作品なんでしょ。別にさ、いいんだ、いや、いつか、まあ、勝手にすりゃいいんだけど、その、でも、胸を強調しないような絵だったの、うん、こんな感じで、うん。で、これなんでこんなになってるかって言うと、ほら、胸のボタンが取れてたんでしょ。そうなんですか。だからボタンを取れてがこういう風になってたんで、その女子高生の胸、ね、ほら、この辺のさ、あれじゃん、このさ、ワイシャツのさ、ワイシャツが制服のシャツのボタンが取れてるのをこうやってるのを、どうのって、そりゃ、キモいっていうか、まずい、キモいっていうか、性差別現象ってそうなんだけど、ただね、俺ね、思ったのがさ、あれなんだよね。タワーの作者を擁護する気は別にないんだが、あれなんだよね。要するにさ、作家ってさ、書きたくなるんだよ。つまりどういうことかっていうと、あれちょっとどうせ、日経の広告だから、胸強調できしないような、ね。つまり、日経の広告に出せるような絵にしてくださいって言われて、じゃあ胸を隠すような、ポーズにしたわけじゃん。で、単に胸を隠すようなポーズにしてて、胸を隠すようなポーズにした時、必然性を求めたくなるんだよ。まあ、だからボタンが外れてみたいな、ワイシャツのボタンが外れてみたいな、そういう設定に従うわけだよ。つまり、必然性を求めたくなるんだよ。で、作家ってそういうもんなんだよ。絵描きって。要するに、単に胸を強調しない絵にしてくださいって言うんじゃなくて、じゃあ、胸を強調しないような構図になるようなシチュエーションは何か、ボタンが取れたにしようって、そう、ボタンが取れたものをね、ね、女子高生が、なんかさ、制服のワイシャツのボタンが外れたのをこう、隠してるようなものを日経のポスターにさらすとは何事だになっちゃってるわけじゃない。ただ、作家ってそういうもんなんだよ。つまり、結局その、なってたのかな、単に、なんつうかな、なんつうの、例えば、ゴールデンカムイでもそうなんだけどさ、政治的な問題が、歴史的な問題がいろいろあると、その問題をどう落とし込むかってだけで、やらないんだよね。じゃあ、やるときに、作家として納得できる必然が欲しいんだよ。わかる。その、胸を強調しない絵にしてくださいって言われた時に、じゃあ、胸を強調しない構図になるためには、じゃあ、その、構図、無意味な構図じゃなくて、じゃあ、制服のワイシャツのボタンが取れたことにしようって余計炎上しちゃうんだけど、ただ、ゴールデンカムイの作者もそうなんだよね。つまり、作家としての必然ってのがないといけないんだよ。ご都合主義ない。作家としてこれをこうしなきゃいけないっていう必然の中でやるっていう。そういうことがあるわけですね。作家ってものは。だから、そこに倫理観があるかとないかもしんないが、しかし作家ってさ、その、遠く引いてさ、どう見えるかっていうのは分かんない人っていくらでもいるんだよ。うんうん、で、それは幼稚とかじゃなくて、つまり、そういうもんなんだよね。うん、だって、こうなっちゃってんだから。こうなってるからいいものができるってあるんだから。やると、それをよそからいろいろ論評するのが、ね、読者の仕事であってね。うん、それをいろいろ論評することについてね、なんかこう、まああれだよ。なんか、まあ、外在的批判はやめろみたいのもどうかと思う。まあつまり、我々がガチ勢であることは皆さん分かってくれてると思うけれど、だから確かにね、はっきり言って、チラ見してけしからんみたいなやつはどうかと思う。確かに。あるいはチラ見して、ね、少女が性的に、消費されてないから、これはアップデートされ、意識がアップデートされてるってのもどうかと思う。そういう称賛もどうかと思う。いや、ある意味アップデートされてるが、普通に見てのアップデートではないので、だからって、なってたのかな、批判されて叱るべきことは批判すつかね、
批判すべきことは批判すりゃいいんだよ。それが作者への誠意ってもんですよ。簡単に言えば。だから、いや、例えばさ、アイヌへの差別抑圧の問題をね、ちゃんと書いてないと言いますね。まあ、実際そうだと思うよ。で、みんなアリバイみたいに、白石がさ、初対面のアシリバをさ、このお前の犬はっつって、杉本が切れてるから、差別の問題を書いてる。そうじゃねえんだよ。違うんだよ。そんなものはアリバイ的に付け足してるという言い方もできるわけ。いや、野田悟がそうだから別として。つまり、あの時点でのアイヌに対する差別抑圧の問題ってのはもっと山ほどいろいろあるわけであって、それを全面的に書いてるかって言うと書いてないと思う。それは。で、だったらそれがテーマじゃないって話でいいわけなんだけど、ただ、どうやるのかな？そりゃ書いてるかっつったら書いてないわけですよ。そういう意味で言えば。ただ、じゃあなぜ作者が書かないのかってことをちゃんと考えないといけない。それは大衆化のためだけかっていう話にもなるわけですよ。結局、その辺ってのはね、きちんとやらないといけないのは確かである。あの作品がアイヌの差別抑圧の問題を従前に書いているっていうのは間違いです。それは間違い。まずだからその村井ってそのあれじゃないですか、和人が来たなんか、またなんかいじめられる的な、破壊される的な描写はそんなのなかった気がしますけど。いや、つかね、別に。そういうのがちらっとあればよかったってことですか。というか、基本的にあの漫画の杉本とアシリパの関係性を読んで、なんて言ったらいいのかな、歴史修正とまでは言わないが、これはフィクションだよねっていう前提はそりゃ、うん、っていうのはあるわけでしょ、うん、結局その白石が、だからそのあれでしょ、だから白石がアシリパを初対面の時になんかお前の犬かっつって杉本が切れて、うん、でアシリパが慣れてるっつって、なんで慣れてる必要があるっつって杉本が、親父が結核で差別村八分にされたことを思い出すとかってんでちゃんと書いてるって、それだけでちゃんと書いてるとは言わない。それ以外なんかありました？なんかそういう差別描写みたいな。いや、あとは説明台詞じゃん。うん。だからいかにアイヌがほらあのね村を追われたかとか、うん。そういう描写もっとあった方が良かったってことですか？だって別に作者にとっては脇道だもん。うん。あれは脇道だって作者にとってはそれは別に関係ないからさ。うん、じゃあどうしようもないんじゃないですか。何が？うん、だからその今文句言ってもこうどうしようもないっていうかね、うん、どう言えばいいんだろうね。あとプラスだから50ページ分でどうなんかいろんなものが出されるかもしれない。いや、あのね、基本的にはだから作者が差別問題を書きたいわけではないので、まあそれはそうじゃないですか。だからそれはアイヌと和人の関係性を描くときに差別問題を事実上写真して描くのはどうかっても、うん、批判はあって叱るべきだと思うが、うん、まあ、あっていいと思うよ、うん、ただ作者は結局はぐれ者同士のさ、うん、交流、はぐれ者同士の通じ合いを、ね、が通じ合ったり通じ合わなかったりすることを描きたい人なんだよね、うん、完全にマカロニウエスタンだよ、まさに、うん、そんなこと言ったらさ、サムペキンパーの映画でいるんだよ。西部の、なんだっけ、なんとかのバラードって、サムペキンパーの映画ってさ、はぐれ者のガンマンがいるわけよ。年食ったガンマンが。それが、娼婦と出会うわけよ。でね、娼婦は男どもにいいようにされてきてふざけんなって なってるわけ。娼婦は男どもにすっげえいいようにされてきたって傷ついてるわけ。それでガンマンはやけ、同じ人間じゃないかって。はぐれ者のガンマンはね。はぐれ者だよ。同じ人間じゃねえかっていうわけ。それで二人はセックスせずに交流を深めるわけよ、うん、仲良くなるわけよ、友人になるわけよ、親友になるわけよっていう描き方があるわけ、うん、つまりこれは何かって、だからそのさ、要するに簡単に言うとセックスワーカーの女性とね、ある意味男らしい男であることを是とするさ、ガンマン、うん、でもそのガンマンは飲んだくれなんだけどな、うん、だからその二人が結局そのさ、なんて言うのかな、つまりさ、あれじゃん、
ヘテロ男性とセックスワーカー女性っていうさ、あの、非対称な権力関係的な差別構造を超えて同じ人間じゃないかって、はぐれ者同士繋がり合うっていうさ、そういう、まあ、それは美しい物語でございますねって、三平金牌にして大体言えるんだけど、そういうことあるけれど、じゃあその美しい物語を単にね、あの、歴史的な差別問題の理解がないっつって、棄却していいのかって話になるわけ。まあ、いや、わからんではないよ、本当に。だってさ、まあ別に作家本人がね、言ってるわけじゃないけど、要するにあれじゃん。だからこの件について、アイヌへの差別抑圧の問題をちゃんと書いてないって批判者に対して、その、批判者に対して反応する人が言ってるのは何かって、要するに、作者が、あの、要するにアイヌと、現在のアイヌ当事者に取材したら、簡単に言うと、被害者としてのアイヌじゃなくて、強いアイヌを書いてくれって言われたと。だからいいじゃない、ミスターマイセルフになってるわけよ。それもどうかと思うんだよね。いや、つまり、まあ、これは別に、あの、当たり前だが、差別されてるが強いアイヌを書くっていうのは別にいいわけよ。結局。だから、被害者としてのアイヌを書く必要はないかもしれない。書くべきではないだろう。確かにそうだよ。だから、この辺の問題って結局ね、あれなんだよ。つまり、その、だから、じゃあね、強いアイヌを書けば、ね、強いアイヌを描き、はぐれ者同士のプラトニックな友愛を描けばね、それで差別問題が解消されると思うのかということで、ああ、で、野田悟は、それで差別問題が解消されると思ってないと思うよ。ただ、それを持ち上げてる連中の中で、これで差別問題が解消されると思ってる奴がいるわけだよ。未来志向だよ、未来志向と。で、それは野田悟の罪ではないが、受け手の問題だよね。で、野田悟が、そういう過ち、まあ、そういう受け手に啓蒙する、あの、義務も責務もないけれど、別にまあ、そういう問題じゃねえよなって話だよね。だから、別に、あの、強い愛のを書くのはいいんだよ。ただ問題は強い愛のを書けばいいって話じゃなくて、結局、なんて言ったらいいのかな、その、強い愛のを書いたらいいって話じゃないんですよ。要するに、はぐれ者同士がね、簡単に言うと、権力関係や非対称関係を超えて、はぐれ者同士で友愛を結び合って、それで繋がって、それで、現存ね、あの、未だに現存するし、歴史的には明確に存在した、差別問題、抑圧問題、非対称関係問題ってのを、無化するような描き方に、やはりなってしまっていて、それを作者はファンタジーと思ってても、それを真に受け入れる、ボンクラがいるっていうことについては、言っていかないといけないことがあるというのは確かですよ、これは。で、アイヌの当事者が、ね、強いアイヌを書いてくれって言ったんだからいいじゃねえかで、そんなものは相殺できる話は全くない、とは思うわけ。あたしゃ。あの、なんすか、岸さん。こういう問題は興味ないですか？いや、もう、あの、あります。もうちょっと。あの疲れてる、あとタバコの匂いがきつい、クラクラしてる、眠いっていう、こう、はい、ちょっと待って、あのさ、あなたゴールデンカムイを何のために呼んできたの？そんな泣き言は杉本は言わなかったよね。だからもうちょっと もういや、そのかなりそのあのアイヌ人に対してのこう差別意識とかをもっとこう散りばめりゃよかったっていうか、だからそれに対して、ああ、ちばめりゃいいんじゃないよ。別にアリバイでちばめてもしょうがねえじゃん、うんうん、だって別に作者はそれをやりたいわけじゃないんだ。いやだから そういうの求めてたのかもしれない。だって別に当たり前だけど、だから作者はそういうアイヌ差別の問題を包括する義務なんてあの作者にないんだから、うん、いやだからそういうのを、アイヌへの差別や抑圧、歴史や差別や抑圧の問題を包括して提出する義務はある作者にないんだから、そういうのを求めてる人が結構いたかもしんない、いたかもし、いたかもって話なんですか、読者層に。いたかもっていうか、結局歴史的な問題をね、ああいう形で取り扱うんであれば、そこについての一定の作者の、なんつうのかな、別にメッセージじゃなくてもいいんだよ。フィクションとしての回答はあるべきであって、その回答は、まあ今の、とりあえずあれだね、あの単行本で過失感謝が示されてるわけだよ。その示されたものに対して、いや、あの別にね、これはこれが足りない、これが足りないって話じゃなくて、これが足りないって言ってもしょうがないんだよ。じゃあなんで作者が、ね、その歴史的なアイヌへの差別の問題ってものをね、まあ、ああいう形で処理したかっていうことについて言えば、それはやっぱり、ちゃんと
作家本人の内在的なところの中でやるべきなんだよ、うん、だ僕は思う、うん、結局彼、あの作者、彼か知らんけどあの作者に今の歴史的な愛の差別の問題を包括的にね、きちんと正確に啓蒙する義務なんか、義務は責務もないんだから。ただいやもう、だいたい愛が話がどんどん変わってるだけです。そう、でもね、俺はこの件はね、きっちり言いたいんだよね。いや、結構でも俺にとってはほんまにこれだから、もう、うん、だから確かにだからそういう問題があるけど、作者はそこを書きたか、書きたくなかった、書きたいっていうところじゃなかったから書かなかったっていう、こう、でも問題はここに残ってるっていうの、書きたいところじゃなく、というかね、あの別にあの、つまりあの作家の問題意識ってのは別のところにあったって話で、その中で彼な、あの人な、彼かは知らんけど、あの作家なりに誠実に頑張って、それはかなりやった、うん、ただその限界はあるでしょう。で別にあの彼のあの作家としての問題意識とか、うんうん、作家としての資質の中の限界はあるでしょう。で、その限界について、まあ、指摘するってことは別にあっていいと思う。それは 作品を否定することじゃないんだから。作家や作品。いやいや、もちろんそれはあっていいんじゃないですか。いや、それに対してね、結構ね、だから俺に言わせれば、なんつうのかな、非常にこう、ナーバスか敏感な反応がやっぱ強いのは、うん、これもどうかとは思う、うん。やっぱり。で、その流れがなんでそういうことになっちゃってるかって結局あるでしょ。月曜日のタワー問題とかまでひっくるめて、要するに、簡単に言うと、なんていうのかな、反差別、まあ、俺 PC って、ポリコレってあんまこういう時に言いたくないから、うん、基本的に反差別って問題意識の中で、ある作品を断罪するような、あるいはある作品が公共に出るということ、まあ、つまり公共とされるような場に出ることで断罪するような言説がある中で、そのカウンターが生じてるってことでしょ。うん、で僕はそれについてあんまり、それ自体についてはどうこう言う気もないんだが、ただゴールデンカムイがそれに巻き込まれていること自体は不幸なことだと思う、うん、つまりいやで僕は批判はあっていいと思う。ただそれに対して結局そのなんて言うのかな、そのあれだよね、ある作品がやっぱりその反差別みたいな問題意識の中で葬りされるよう、つまりね、つまりキャンセルされようとしているというふうにこう受け止める人々が、そのゴールデンカムイのアイヌ差別問題について不足であると指摘する人々に対してね、かなり結構過剰な反応をしているっていうか、それを通り越してじゃあお前がそれを超える作、お前がやりたい作品を大衆的にちゃんとね、あれだけの読者を持つ形で書いてみろと手塚さんみたいなことを言ってるのはどうかと思うわけですよ。ってのは僕の意見だよね。うん、当たり前じゃん。批判をするってことはリスペクトの表れですよ、当然。別に野田悟が差別主義者であるか、僕は全然そう思わない。当たり前だけど。野田悟は差別主義者か、野田悟はあるいは差別者か、僕は全然そう思いません。そんなこと言ってしまうんですか。いや、つまり、そういうふうに、野田悟をお前は差別主義者で差別者でキャンセルすべきと言ってるのかみたいな感じで反応しちゃう人々がいるわけですよ。いるんですか。いるね。つまり、特殊ぐらいね。ある意味オタク的にも斜め上な反応ならいいんだけど、もっと素朴にさ、これはちょっとどうよって、うん、だ国って例えば国定公園はどうよとか博物館はどうよっていう人に対してかなりガーって言ってる人たちがいるわけですよ、うん、で別にその連中は野田悟が差別主義者とか差別者とか言ってないわけよ、うん、別に野田悟は蓮見敏子だとか言ってないわけですよ。だからなもん、大ヒット作が批判されるのは当たり前じゃない、うん、で基本的に批判されるってのは批判に値するものだっていう話ですよ。だからやっぱりね、それはゴールデンカムイスさんもキャンセルしようとするのかみたいな、できるわけないじゃない、あらゆる意味で。だから例えばこういう話になるわけよ。ゴールデンカムイぐらいのスーパーヒット作だったらキャンセルできまいとかって話になっちゃうわけ、うん、月曜日のタワーはキャンセルできても、宇崎さんはキャンセルできてもそうかもしんないが、ヒットの規模で言えば、うん、ただまあ僕はやっぱりね、基本的に言うとなぜ書くも大衆文化界隈というのは対抗したのかと思っている、はっきり言えば。それはね、うん、そんなものは当たり前じゃない。お前らはゲド選挙をどれだけ批判したかと言いたい。俺もしたけど、宮崎五郎のゲノ選挙、
あの、だから、お前らは樋口真嗣の日本沈没をどれだけ批判したかと言いたい。俺もしたけど。まあ、あの、だから、ちょっとね、やっぱすごくさ、俺ね、やっぱこれは問題意識としてあるんだよ。非常に、今基本的にやっぱりさ、その、なんつうの、反、あの、この表現は差別的であるからキャンセルせよみたいな話があるとしましょう、仮に。っていう時に、すごくね、あの、ゴールデンカムイもそうなのかみたいに受け止めて、それですごくこう、やっぱりね、あヒステリックって言い方は性差別的なことがあるから言わないけど、やっぱりすごく敏感に反応して、結構ね、だから、あの、ヒロトに2021の手塚治虫かみたいなことを言ってるような人がいたりするので、これはどうかと思うんですね。そんなにでも批判。あれだけの大ヒット作は、うん、あのさ、ノルウェーの森が売れた頃の村上春樹なんての批判される具合なんてこの日じゃなかったんだからね。だから村上大変傷ついてですね、大変傷ついてしばらくアメリカ行っちゃったんだから。あの、そんなゴールデンカムイのあれ、これかなり批判されてるんですか？そんなに批判、票っつうのが多いんですか？多いよ。多いっていうか、やっぱり最終回のアイヌ差別問題に、つまりアイヌと和人との関係性問題について、あの作者逃げたなって、いや俺もそう思うよ、うん、あ逃げたつうか、彼なりに、あ彼かしら野田悟なりに、あの向き誠実に向き合った限界はこれだったんだと思う。まあまあそうでしょうね。で、誠実に向き合った限界が博物館で国定公園なのは、うん、俺もさ、いや別にね、江戸共和国で行けようか、うん、行くかね、あの別に歴史的事実通りの悲惨エンドで行けようとは思わないが、結局国定公園とね、あの博物館でいいっていうのは単に遺物としての文化が残るだけなんだよ。要するに結局、2000年前のマヤ文明の、ね、あ遺物と一緒じゃん、扱いが。それじゃ意味がないっていう話だよね。ただ、作者ははっきり言って、白石とアシリパが幸せになってくればよかったんだから、しょうがないんだよね。あと、鶴見と小糸が幸せになってくれば、白石とアシリパと鶴見と小糸が幸せになってくればよかったんだから、しょうがないよね。と思う。で、作家ってそういうもんだから。って話だよね。じゃあお前らアドルフにすぐみたいな虚無エンドがいいのかってあれね、あのカウフマンをぶち殺したカメルは、ほら峠総平がカメルを訪ねてったら、あのうちの旦那のカメルはあの爆弾テロで死にました、パレスチナなんて、うちの旦那のカメルはパレスチナの爆弾テロで死にましたって言われるわけだよ、未亡人から、うん、峠総平が。そんな虚無エンドでいいのかと、手塚先生らしい。この50ページ版はあれかもしれない。土方は生き残って、江戸共和国作るかもしれないですよ。何が？ん？だから50ページ追加版は今度単行本の加筆版では。いや、土方死ぬだろ。生き残ってみんなで江戸共和国作る。俺ははっきり言って土方死ぬと思ってたね。いやいや、だからその版ではこう、50ページバージョンではもっといろんな展開がガッと変わるかもしれない。だから、これはおっちょも言ってない。土方は別に江戸共和国を作る気なんて鼻からないんだって。統治する気なんかないんだって。あの、明治政府とまたバトンみたいだけなんだって。というのはあるけどね。ただあの、まあ。いや、今回ね、ゴルカム問題ってやっぱね、結構ね、その辺はね、すごくね、あれなんだよね。あの、作家ってのはね、どういう風に考えるかってことと、部外者は評価的にどう考えるかってことのズレってのはね、結構顕著に出てる話だとは思う。うん。だからまあ、まあ今日は今回で勘弁してもらえませんか。もうちょっと自分ももうダメです。あれだってまだあの車運転できなくて、ちょっと途中であの気失ってどっかぶつけてるかもしれないかもしれない。待てまだ4時間半で、いやいやダメです、もう自分はダメです。あのやりたきゃ坂本さんがやってください。いやもうきちくさ、もうパソコンも10万円あかねの金が出してこう買ってください。もう勘弁です。分かった、ちょっと分かった。もう、いや、金輪際勘弁レベルで、結構勘弁レベルが高いです。なんで？いやいや、そんなことない。やめて、もう終わるのはいいけど、終わるのはいいんだが、結構勘弁度が高いです。終わるのはいいけど、なんか、
言いたいことは結構もうあれですか、まだ言い足りない、ね、足りない、まあまあ大体言ってからいいや、いいんすか、もうなんかないんすね、もうだからもう100言いたいことあってもう残り5ぐらいプラスするのにこう 1、2 時間使われるのは勘弁です、ね、あー何100い、もう十分言いたいこと言ってんのにもうあと残りプラス10ぐらいなんか絞り出すのにこう 1、2 時間使われるのはちょっと勘弁です、ね、あだから100言いたいこと言ったじゃないですかって話、いやいもうまだ言ってないんですかって話、あー言ったね、言ったけど、うん、まあだとりあえずないだもうなんかなみんなダイアナ師団入れないよこんなんじゃ、いやダイアナ師団入りたくないです、普通にあれですよ、あれダイアナ師団の風評被害すごくない、あれダイアナ師団の風評被害すごいんじゃないかと思うんだけど、まあいいや、あの漫画なんでですか、いやあの漫画ダイアナ師団のあの評判がすごいだいぶされたらさがり、まあいいや、じゃあそんな感じでですね茜は今後も第7師団乗りであのあれですね、7時間中継とかやるんで、あのうん、いやあのもうちょっとあれですよ、これ、ね、やってもあれですよ、特定の人、坂本さんともう一人の人ぐらいしか見ないですよ、全部それで満足するんだって、ほらリアルってやったってあれで一応さ、あれね、そのそこを討論したいなら言うと、はあ、でも一昨日のあれってさ、あんなグダグダ電話トークでもさ、なんか50人は見てたよ、うん、まあうち10人が俺とつらいだとしても40人は見てたよ、うん、ああ、いや、最後まで見たか、別としてな。やっぱゴルカムってそんなに赤のユーザーは興味ないのかね、わかんない。いや、でもあれですよ、その YouTube。でも、おとといのため、あの、そのお試し系映像で3人はフォロワー増えてる。うん、あの、だ3人じゃ足りない？だもっと、だから効率よくやるには、だからもう、10分ぐらいの、だから、こう、パンポンポンっていろんな話題をこうアップして、やっていくのが一番あれなんですよ、効率はいいっすよ、同じ話題をだからこうもう何時間も喋ってもあれですよ、こう人は見ないっすよ、これよくわかんないんだけど、明るのユーザーってそんなに何そんな15、6のガキみたいな感じで TikTok 派の YouTube、 いやてか YouTube ユーザーはそういうものです、明るの人じゃなくて YouTube ユーザーとかその茜にいる人にはもう別にいいんですよ、こう。それはそれで別に見てもらってもいいし。その人向けにこう、なんだろう、その人長寿が見たい。いや、俺はなぜ、何を言いたいかっていうと、うん、俺も一応自分で見たわけよ、この間の試しの時で。ほ、う、ら、んうん、2時間20分読んだ、うん。あれ、別に飛ばせるじゃん。つまんねえなと思ったらさ、飛ばせるじゃん。飛ばせますけど、これでもな、そんな、そしたらもうつまんないなと思ったらそれ見ないんですよ。見ないか。見ないですよ。切っちゃいますよ、他の見ますよ、しかし俺は自分で言うのもなんだが、ゴールデンカムイについてここまで密度の濃い音声投稿してるのは今はこの場ぐらいじゃない、言論カフェもやってないし、うん、まあ俺は自分で自画自賛するけど、うん、あのゴールデンカムイのいわゆるあのあれだよ、 PC 問題ポリコレ問題とやらについてゴールデンカムイが今そのアイヌ問題って差別を、ね、反差別、アイヌ問題についてどうこう言われてるということについて、ここまで踏み込んだトークをかなり熱く語ってるのは、今はこれぐらいしかないと思う、ね、うん。じゃあ、ゴールデンカムイの、その、と、アイヌ人差別問題についてみたいな、あれじゃないですか。タイトルにした方が人は見るんじゃないですか。ああ、だったら、あの、2本目の、あの2本目つかあれだから仕切り直した、うんうん、あれをじゃあそっちでもいいんじゃない、そういうあれだ、ポリコレよりアイヌ人差別の方が多い、アイヌ人差別キャンセルカルチャーについてみたいな、いやキャンカルは別にいらない、あじゃあアイヌ人差別、キャンカルはいらないけどアイヌ人差別、うん、そっちの方がいいかもしれない、あじゃあそれタイトル書いてくれ、わかりました、あのでも俺しょうがなくないと思う、自分の全力を尽くすしかないじゃん、うん、こういう中継について言えば、うん、あのなにこういうんだよ。だから、まあ、鬼畜さんもほら、あの、シニカルに言ってんだと思うけど、10分で分かることなんてないよ。だから、まとめて、こう、あれですよ。パンパンパンと言うとか。いや、10分じゃなくても、こう、20分でもいいでしょうし。その村を見ようについて、こう、20分で語るとか、こう。まあ、
そういうあれだったらニッチなやつだったらこうもっと長時間でもいいかもしれないですけど、なあ、まあだから結局言論カフェは普通じゃないんですって言いたいんでしょ。それはでもちゃんとし金払って3000ぐらい金払ってからその元で、だから要するに元を取りたいっていう、元を取りたい問題だから見るんですよ。それは YouTube はただですからね。ただうち3000金取ったら誰も見ないじゃん。そうっすよ、つらいがいないじゃん。うん、長時間撮ってもあれですよ、それらしか見ないかもしれないですよ。でもどうなんだろうね。俺さ、ぶっちゃけ日本語ネット圏でゴールデンカムイの差別問題ってここまで密度濃くね、あの中継で語った、あの YouTube で、 YouTube とかあの配信で語った、あのあれはないと思ってんね俺は。なるほど。じゃあやっぱあれですよ、そのドミューもやってないし、うん、言論カムイもやってないから、ゴールデンカムイって RG 差別問題についてで、じゃあ後でアップしておきます、うん。いや、それでいいですかね、今回は。まあまあ、しょうがない。だから、まあ、しょうがないとか、まあ、私も大体語るべきは語ったかな。うん、あの、まあ、まあ、言うべきことは全部言ったかな。うん、基本的に言うと、この間のゴールデンカムイの紛糾問題について言えば。軍服は何かあったんですか？ちなみに。はい、軍服もそのゴールデンカムイ店の軍服は何かあったんですか？ゴールデンカムイ店で鶴見注意の軍服って展示するのはどうかって話で、鶴見注意って本当にいたんですか？いるわけねえじゃん。ああ、いるわけなくて、要するに野田悟が要するに現物揃えた、つまり実際の当時のあのあれだよ、高級の将校が着てた軍服を取り寄せて、それを鶴見のね、あのあれだよ、鶴見のほらあれじゃん、服のさ、あの、なんつうの、参考資料にしたわけで、あ、はいはい、それを展示してるわけよ、うん、このゴールデンカムイのあれにも載ってるけどな、うん、鶴見、つまり鶴見中尉の軍服として集めた実際の将校が着てた軍服ね、うん、で、それをまあ野田悟がどこまで預かりしてたことかわからんけど、鶴見中尉の軍服って展示してるわけよ、うん、鶴見中尉いないから、うん、で、まあしかも読売系のほらあるじゃん、あのほらあるじゃん、アート広報ツイッターとかがさ、あの鶴見中尉の軍服がみたいにやってました、ね、炎上だよ、うん、で、あの普通に考えれば第7師団参考資料で、あの鶴見中尉の軍服を描くための野田悟氏の集めたあの実際の軍服みたいに書けばいいだけであって、うん、ってことだよね。それは実際そう思うよ俺は、うん、まあ野田悟がどこまでね感知してたかは別として、うん、鶴見中尉の軍服って展示するのはおかしいわな。おかしいですね。それは別にあのアイヌ側とあの第七師団側、つまり帝国陸軍側をね、なんつかね、注釈なしにね、なんかこうお互いなんか公平つかね、なんつうの、なんつうの、お互い並列に展示することのね、あの植民地主義的問題性とかってことは別に、鶴見中尉の軍服展示はどうかと思うね。うん。さすがにそれはだから野田悟がどこまで感知したことは別として、うん、それはそう思うよ。ただ作家本人はそういう感じになるんだよ。わ、うん、かる。作家本人は実際の軍人が着てた軍服を集めて、で、これは鶴見注意の、ね、軍服の参考資料で書いて、まあ、それは資料としてそれが作家は書いてるうちに、鶴見注意の軍服って思い出すんだよ。うん、尾形の三八銃だって思い出すようなもんだよ。うん、作家ってそういうもんだから。まあ、そういうふうに資料として。だから問題は、だからキュレーターの問題、うん。キュレーターなんていなかったんだろうけど、そのゴールデンカムイっては東京ドームでやったんでしょ、うん、キュレーターなんていなかったんだろうけど、それキュレーターの問題、俺に言わせれば野田悟の問題ではない。あ、作家はこれを鶴見の軍服と思っちゃうもんだよ、うん、じゃなきゃ書けないもん、うん、あんだけ熱込めて。だからそれをね、結局作家ってのはある意味社会性がぶち切れる時があるんだから、それを社会と調和させるのは、例えばゴールデンカムイってのはキュレーターの問題、キュレーターいなかったんだろう、うん、だから東京ドームでやってんだから、うん、っていう話だよね、うん、結局。だってさ、昔さ、知り合いでナチスの軍服マニアいたんだけどさ、はあ、その軍服マニアさ、あの、大体みんな穴開いてんだって、3つ4つ。あの、もちろん死んでるよねっていう、うん、あの、ナチスの軍服3つ4つ穴開いて、絶対もちろん死んでるよねっていう、もう、呪われた軍服ですよ。だから実際の帝国陸軍の将校が着てた軍服を参考資料に使い、
作家がそれを鶴見注意の軍服と思っちゃうのはいいんだけど、それをまま鶴見注意の軍服って言うのはおかしいだろうってのはその通りだと思う、うん、別にそれはアイヌと帝国陸軍のアイヌの衣装と帝国陸軍の軍服を並列に展示することは問題とまた別にな、うん、ただ世の中アホが多くてね、うん、並列に展示するからいいんじゃないかとか言うわけよ、うん、注釈なんかつけたら政治的になっちまうと、お前らはキュレーションってものを何だと思ってんだと言いたい、うん、そういうことは思う。あのなんかね、基本的な、まあ、いやいや、またまたの教養が足りないバカが多いとか、これは野田さんのことじゃないよ、うん、そういう脊髄反射組、基本的な教養が足りないやつが多いとか、宮台真司みたいなこと言いそうになるから、ね、そうですよ。だからこうもうあれなんですよ、末端の神経で、お前らがじゃあ作ってみろってな。だからお前、手塚治虫かと、本当にあの火の鳥2021をけなすためには作んな、アニメ作んないといけないのか。だからその末端の神経だけで考えちゃう人がいるんですよ。すぐ反応、脊髄反射つ。それはあれじゃないですか、宮台先生が言ってあれですか、あの感情の劣化であり、うん、日本人の劣等性じゃないですか。いや、だからちゃんと考えようとしても、そこの先端の末端神経でしか物事考えらんない状態の人が多いんですよ。ちゃんとよく考えりゃいいのに、こう。なんか宮台先生もさ、ツイッター見に行くとさ、なんか宮台先生最高みたいなのが永遠にツイートして、あれはやばいおっさんじゃん。あれはやばいおっさんですよ。アズマみたいに商売のためだとか、お前商売関係ないよな、みたいな。あれもやばいじゃないかという。まあ、いや、ない。だから、末端神経でこう、もう物事を考えて反射とかして、ちゃんと考えないですか。お前はゴールデンカメラから何を受け取ってるんだと言いたいね。うん。で、そういう人がやつね、そう思うね。うん。そういう人多いんですよ、でも。いや、ゴールデンカメって分かりやすいじゃん。うん。すごい分かりやすいんだよ。あれ、あの、やっぱりダイレクトな感情表現の部分はすごく分かりやすいからさ。うん、だから、なおさらね。なんかその、あれさ。俺も10代だったらハマっちゃうのかね。うん。もう年取ってスネッカラしたからさ、批評的に見ちゃうじゃん、どうしても、ゴールデンカメと。あと、あれですよね。こう、よくよく、なんだろう。あの、パッと見たらこう分かんないけど、あとあと考えたらすごいよく練られてる。こう、コマとか仕草あったな、みたいな、そういうのは ないじゃないですか。あ、ゴールカム？いや、あるっていうか、別にだからさ、構成力は高いんだよ、この人は。うん、この人は構成力は高いよ、うん。ただ、なってたのかな、だから別にだからさ、まあさっきも言ったように、結局、オマージュが強いのはいいけど、引用とオマージュが。うん、ただ、結局この人の構図が決まってんなと思ったけど、大体オマージュだっていう。だから自前で構図作れないんじゃね、うん、って一方でその話があるわけ。まあ、ジョのあれですよ。だから、あの、荒木先生もそういうのがある、しょうがないんじゃないですか。だからあの、まあ付け加えると、だからさ、この人はジョジョからすっげえ影響を受けてるのよ。一番叶わないと思ったのはジョジョの荒木先生だっつってて、だからジョジョの荒木先生でパクリだらけって言われたんだよね。その荒木先生のパクリってのは洋画とかなんだよ。そうですね、今ポーズとかからですよね。だって、だから覚醒の勘だよ。当時荒木博彦がそれこそパクリって悪い意味で言われてたことに比べれば、うん、今オマージュで、うん、じゃあこれだけ引用できてすごいって話になるっていう。で、杉本は丈太郎じゃないですか。どうだろうね、丈太郎ほどダンディじゃないよね、うん、まあそうですけど、格好とかっす、まあ、あれだよな。だからそういうね、うん、だから我々は教養を伝えていかないといけないんですよ。いや、教養なんてあれっすよ。ちゃんと村尾美代は柳沢君雄の一番弟子だってことは後世に伝えないといけないよね。アイヌ文化よりも、アイヌ文化なんかよりもよっぽど伝えないといけないよね。村尾美代先生は柳沢君雄先生の直系の弟子だってことをちゃんとね、あのアイヌ文化なんかよりもね、あの後世に伝えないといけない。いやいや、柳沢君雄先生の存在もあれですよ、もう忘れ去られようとしてるんじゃないですか。いやー、みんな大市民読んでない。読まなくていいんじゃないか。いや、うま大市民は読まなくていいんじゃないか。うましうましっていうのは見ないとダメですよ。いや、大市民の説教、合戦、あれ読むと、あ、大市民の説教読んだ後だと合戦が輝いて見えるね。あの、吉銀輝いて見えるね。大市民の説教見た後。あ、だ大市民は B 級グルメはいいよね。B 級グルメはいいよ。B 級グルメはいいんだけど。あの、大市民の、あれだよ、世論、あの、大市民の、あれじゃん、あの、時事ネタ説教、あの、読むと合戦が輝いて見えるよ、ね。ほんと。柳沢先生、ファミレスみたいな家に住んでるはずなのに。いや、一応あれ金儲かってるから、あのおっさん。しかもイケメンじゃん。ヒッピーみたいなロックで。いやー。なんか、返す返すはあの村尾美代追悼が飛んだのは惜しいね。うん。
もう一回喋らないんじゃないですか。サークルゲームの話延々する。サークルゲーム厳しいよ。あのゴールデンカムイと違ってプロットが一貫してない。一貫してない。全く一貫してない。どうも作者がさ、本当にその時面白いっていうのは何かで決めてるから、プロットの一貫性がない。いやじゃあこれ、こんなんなんでいいですか、じゃあ。じゃあだから、とりあえず、まあ、とりあえず待って、じゃあ、最後に宣伝。はい。な、ということで、つか、鬼畜さんが力尽きてて、こんなんで第7師団で、あの、203工事攻略できないと思うんですけど、そんなことはさておき、俺も明日仕事だよ。まあ、それはさておき、あれですね、な、とりあえず、あかねはこんな感じで、どんな感じやねんってことなんですけど。てか、これ、思ったんですけど、 YouTube チャンネルはここ、最初に、はい、早稲田茜はこんな店で、だからチャージ300円うんちゃらかんちゃら、早稲田駅から徒歩3分とかその辺をちょっとあれよ、セリフ作っといて、それバーッと言う、セクハラ上等とかセクハラパワハラ上等とか言うの、それバーッセクハラパワハラモラハラ上等とか言うの、言わないよ、ね、でそれでチャンネル登録お願いしますみたいな、こう最初にこうその定型文を言った方がいいんじゃないですか、その宣伝をするためだったら。それを作っとかないとまずいっすね。鬼畜さんはちょっと言ってよ、鬼畜さんは。あ、俺が言ってこいよ。まあ、どっちでもいいっすよ。まあ、別に俺が別にアドリブで言うのは、即興で言うのは全然いいんだけど、とりあえず、あ、だから言ってこうか。だから、とりあえず、そんな感じでですね、今回ですね、栄えあるですね、映像込みの明るのあれですね、映像込みの明るの YouTube チャンネル第1弾はですね、あれですね、ゴールデンカム、結局何時間やってんだっけ、もう、5時間ぐらいやってるから。そうですね。まあね、アズマンの元禄、じゃ、元禄カメを相手にするのやめろって話か。とりあえず、まあ、とりあえずはですね、ゴールデンカメよりはいろいろ、いろんなゲストが実質。なんかやるには手本は必要だと思うんで、うん、まあいいんじゃないですか。そっからオリジナリティをどんどんこう、突き詰めていきたい。オリジナリティでしょ、元禄カメが7時間やるなら我々10時間やる。あ、違うけど、とりあえずあれ。そんな感じですね。だからとりあえず、今回の明るの、あれですね、YouTube チャンネル、顔出し YouTube チャンネル。今回、第1回目でゴールデンカムイをかなり、まあ、僕も語り尽くして思い残すところはないのでですね。まあ、また次ね、鬼畜さんと一緒にこんな感じでまた今後もやっていければと思っております。一応、今週末の茜が千夜一は、鬼畜さん来れるんですか？あ、来れるってことなんで。いや、多分あとあれっすよ、もう、プーチンのその勝利宣言か、宣戦国かわかんないですけど。ウクライナやりたい、やる、やりたいならやるよ。いやいや、それだから。いや、そろそろやった方がいいかなと思って。いや、そこでなんかドカーンと話題になったら、それをやらざるを得ないんじゃないですか。ウクライナもやるし、うん、いや、とりあえず、アカネの YouTube チャンネルで何より言ってないですね。ツイキャスで30分ごと切らなくて済むからさ、それはいいじゃない。だから、それで映像も今、吉さんが、ね、カメラ持ってきてやってくれてしたから、ということで、今後だから、今週末、アカネが千夜一夜とかも含めて、とりあえずあれですね、ちょっとこの YouTube チャンネルでまあまあもう配信をしていければと思いますし、ただ別にあれですね、配信は到底マネタイズはね、トーキトーキスキャンダルの先みたいなね、果てなき夢なんで、だからあれです。だから、とりあえずまあ皆様、このツイキャスを、ツイキャスじゃない、YouTube を面白がってくるのはあ、面白がってくれる人がやったらありがたいんだけど、また、明るいも利用して来ていただければ、私も大体いますんで、会いに行けるアイドルって、アイドルなんか知らないけど、まあそんな感じでやっていければと思っております。まあ、今日は、とりあえず、今後も明るの YouTube チャンネルでこんな感じで続けていきたいと思いますので、あれですね。見てくださった皆様。今日は長丁場、見てくださった、配信を今後、ログを見てくださった皆さんも、配信ありがとうございました。今後また明るの YouTube チャンネルを、ごひいきによろしくお願いいたします。バイペコー、ペコリンペコー、ペコー、バイペコー。基本的にこの YouTube、前がついてる、これはそうですね、だから流し聞きっていうんですか、ラジオ側に聞く人が多いんですけど、分量的にちょうどいいのはやっぱ1時間ぐらいなんですよ。やっぱ俺もね、宮台先生みたいにクソとか、クソとか、ケツダメとか言えばいい。いやいや、まあ1、2時間、長くても2時間ぐらいですね、1時間。1時間がちょうど。だってそのさ、こっからさ、函館まで行く長距離トラックドライバーがさ、5時間ぐらい流しながら聞くでしょ。聞かないか。うん、聞かない。だから聞くにもやっぱ1時間ぐらいがいいんですよね、分量的に。自分もよく聞きますけど。飛ばしはいいじゃん、別に。え？飛ばすぐらいまでこう、なんすかね。こう、手が伸びないですよ。いや、意外とね、吉木さんこれやってみると分かると思うんだけど、凝縮してからって語るって技術が必要で、俺、まだ回ってるでしょ。回ってる上で言うとさ、
やっぱさ、BS 漫画やってあんたも見てたろ、多少、うん。だから BS 漫画やってすごいと思ってたんだよ。要するに、あれ1時間でやってるじゃん、生で。あ、生1時間ってたんですか、あれ。あれ生編集の、ノー編集ですか。ノー編集。すげえ。BS 漫画や生1時間、ノー編集。え、で、台本はないでしょ。ああ、すげえ。あれあれ全員アドリブで。すげえ。だから、BS 漫画やってさ、やっぱ大したもんでさ、あれするとさ、1時間でさ、よくやって、だから、しかも実質45分とかで、うん、要するにほら、一応ほら、作品の内容とか、ね、VTR で流したやつとか、うん、あとファックスあるとかもあるから、実質45分だよ。よくあれだけ語れたなっていう。やっぱそれはさ、やっぱ、大したもんだったよ。さ、岡田斗司夫と石川純と、夏目さんの、夏目、やっぱ夏目、石川、岡田、夏目大したもんだったら、うん、もう今あの座組はできないんだけどさ。なんか、ね、仲悪いんですか、ね、え、岡田先生は NHK 出れなくなったし、大槻先生も NHK 出れなくなったし、夏目先生は学習院大の先生で、先生も退官されたけど、石川先生はな、毎日新聞でのなんか石井久一みたいになってるから、あのコボちゃんみたいになってるから、あのだからもうあの座組は実現できないけれど、要するにやっぱ僕はね、漫画やってすごいと思うのは、あれやっぱさ、大衆性とさ、批評性の両立じゃないか。すごいですよね、あれ。で、あれ実質45分であれだけやったんだよ。大したもんだよ。いや、編集なしってのはすごいですね。あれはな、完全生中継。ああ。生じゃないと、ピーとか入るから、石川淳が NHK であることを忘れて、この漫画はジジイもババアも面白いと思って、ジジイババアあったーみたいな、あるから。いや、だから、確かにそういうふうに、そういう意味では反省すべきことがある。つまり、要するに番組は45分でやれたってのは、要するに、やっぱね、すごくその、だらだら喋らずに、ピシッピシッって言えるってことだったね。だから、漫画屋のさ、逆に言うと常連メンツの中で、要するに、岡田と夏目の中では、石川純の喋りはテレビに向いてたいって言うんだよ。石川純ってさ、とか言う。ゆっくりっすよね。石川純はゆっくりだし、で、なんだっけとか、なんだっけ、生放送でなんだっけのねよって。だから、石川の、夏目岡田はね、ほら、二人とも鍛えられてるからさ、うん、石川さんテレビ向いてないんだよって言ってたんだけど、でも石川って大概、まあ相当いけるわけよ。うん、だから、やっぱあれ45分でね、あれだけ一つの漫画やって、やっぱ、ちゃんと聞くとさ、すげえ語り気だって、語り尽くされた気になるじゃん。うん、一つの漫画について、うん。だから、漫画屋がや今もやってれば、あの座組でやってればさ、ゴールデンカメをどう語るか聞きたいよね。うん、ってのはある。だから、いや、だから、その夏目をか、だから、やっぱ、岡田敏夫って今、悪評散々、まあ、散々だけど、やっぱ、漫画屋を見てた人間がさ、岡田敏夫って大したもんですよ。大したもんっすよ。だから、岡田、夏目、石川の、大槻隆史も含めよ。あの座組で45分であれだけの密度の会話をさ、やったって大したもんだよ、本当に。だから。いや、それ参考になるんじゃないですか。もう一回見返して、どういう風にこう。大体語ってるのか、まず概略ストーリーって概略言って、であと おのおの思ったこと言ってみたいな感じになってるんだと思うんですけど、だからね、あれはね、やっぱあれなんだよ、いわゆるシンポジウム案件と違って、もうみんなお互い分かってるもん同士だから、うん、前提は飛ばして全部喋るんだよ、うん、簡単に言えば、うん、前提飛ばして全部喋るわけ、それが通じるリテラシーがある視聴者もいっぱいいたっていう前提があるんだよね、うん、だからまあ確かにね、漫画屋みたいなあり方っていうのを考えるべきだっていうのがあるよ。だから、YouTube 転がってます？漫画屋は。いくらでも転がってるらしいよ。ああ、じゃあ見てみよう。俺はもう散々もう録画して見てるから、いや、見てたからいいんだけど。もう暗記レベルじゃないですか。だから、ただ、いやだからやっぱ、いやだから漫画屋は、いや、だからよく45分であれをやったと思う。うん、本当に生でよ、しかも。YouTube 上げないと本当はあれなんですよ。1時間で。ただ、あれははっきり言うけど、石川、岡田、夏目、大月っていう座組があってからできた奇跡なんであって、うん、ってことなんでね、やっぱり本当にそれはそうだと思う。だから、どう言えばいいんだろうな。編集ありで1時間ぐらいにまとめてアップっていうのが一番。あともうちょっと、やっぱ政治問題とか別にやらないからさ、基本的にね。だから、まあ、ちょっと待って、トイレ行くけどさ、だから、じゃあ漫画的にやりたい。でも、鬼畜さんはじゃあ、どれになるの？岡田なの？夏目なの？石川なの？アシスタントも。なに？ささみないちゃん。ささみないちゃん。ちゃんっていうのもなんだか。いや、だからね。
さない、時間がかかるのが厳しいの。いや、いや、ご自身の体力問題を置いたとして、いや、撮っ、一方でさ、いやいや、動画撮ったところでこう見てくれるかどうか、一方で言論会みたいに何時間もやることがむしろ魅力だと、このね、やつまり何が言ったかっていうと、な、漫画クリアだったら1時間で終わるしかないんだよ、うん、でも別にネットで、ネット配信だったら別にみんな飛ばせるじゃん。だからっていう時に何時間もやることがコンテンツなんだっていうアルファンがいる一方で、漫画屋みたいに45分、実質45分で結構ね、語り切ったって感じがあるわけですよ。で、飛ばせるんだったら、あの、この、1時間からだいたいこういう話みたいなの作んないとダメなんです。何？だからこう、動画でも切り分けて、動画の中でも30分からこういう話してるよみたいな、こう、ガイドラインみたいなのがあるんですよ。それをやんないとダメなんです。もし仮にやるんだったら、だから、こう1時間で、だから、2時間の動画あったら30分目からこういう話、1時間5分からこういう話みたいな。そういうこう、チャプター分けみたいなのをしないとあれなんです。人は見ないです。なんだ、それはあなたが後からさ、今日の5時間の放送を全部見て。みんな見たくないです。それでこっから。こっからゴールデンカメラ差別は、ここで和田さん登場とか、うん、だからそういうのを小分けすれば人は飛ばしてみますよ、それ。いや、だから結局ね、これの問題って単純に先住者がいるかどうかだよね、うん、そうですね、簡単に言うと、でしょ、そうですね、だから先住者がいて、その先住者がさ、別にあれじゃん、先住者があれじゃん、だから別にさ、仕事時間とかなくさ、ない状態、自分の賃労働時間がない状態で、だから別にね、ツイキャス見てさ、それでさ、ツイキャスで YouTube 見て、それで結構こう、付箋つけるみたいなさ、うん、感じで、ブックマーク、見出しをつけるみたいな。やったらまあ、見る人いるかもね、みたいなことあるけど、ね、やる人いないじゃん。いないっす、ね。いるっていうか、私とあなたみたいな、新労働キリキリ前の人しかいないじゃない。うん。うん。だからまあ、短めにこう。ただ、久々だよね。だから私の映像登場も久々だし、簡単に言うと CM を除けば。うんうん、まあ、YouTube は音声のみだと誰も見ないです。だから今回は動画込みでしょ。そうです、そうです。はぁ、あなた漫画やってあんま見てないの？いや、見てましたよ。だあれは鮮やかで45分で決めてるもん、うん、何は金融だって45分で決めたからね、うん、で、かなりちゃんと語り尽くしてんだよ、45分で、実質。次あれじゃないですか、その、漫画やわを語る。だからさ、45分で語り尽くしてるのはなんてかっつうと、やっぱりなんだかんだでみんなほら、あれじゃないけど、ポイントの言葉をちゃんと使ってる。坂本さん、今の BS 漫画やわの素晴らしさについて語るっていう動画を作ると、作ってまた別コンテンツとしておくと、人は見るんですよ。わかる、じゃあ今から1時間やるのね。いやいやいや。やらないでしょ。でもだからこういうのがいいんですよ。これで10分ぐらい終わったとしても BS 漫画屋について語るみたいな動画を作っとくと、それを人は見るんですよ。で、検索して、例えば BS 漫画屋って検索してヒットしてそれを見るんですよ。で、他の動画もいろいろと見ると、今日自分のそのチャンネルの動画をバッと一覧見るとさらに興味のあるところがあるんで、チャンネル登録をするとか、そういう流れです。今俺の中の明日明先生がさ、長指に通信みたいなこと言い出してんだけど、つまりあれだよ、ほら、とにかくね、さ、誰が見るかどうかなんてね、こう、そんな小賢しいことにアクセスせずに、とりあえずね、こう、ネットの海に放流しといて、誰かがきっとその長指を拾うよ、あるいは拾わないかもしれない、それでもいいんだよ、みたいな。そんな、何、ダンディーなことにはいかないの？いかないです。BS 漫画やわの話は良かったですけど。え？うん。その話を、だから、今もう喋ったところだけ切り取って動画としてアップするとかでも、あ、今あ撮ってんでしょ、前撮ってます。まあでは切り取ってアップするのは全然いいじゃない。だからつか、だから、いや、あれは奇跡の座組だったって言われてるわけじゃない、うん、結局ところさ、やっぱその、いや、つまり結局今漫画批評ってさ、やっぱりね、すごい研究路線にどんどん行っちゃってるわけだよ。そうですね。だから批評性と大衆性の両立って問題があるわけ、うん、批評性と大衆性の両立ってところの中で漫画絵はすごいね、過渡期のね、すごい奇跡的に淡いだったわけですよ、うん、結局その。で、夏目先生はあの後に学習院大の教授になっちゃうわけでしょ、うん、もう退官したけど、うん、もう70過ぎて、で、で、夏目先生は後進のもっとアカデミシャンを育てる方に行くわけで、うん、で、だからもちろんさ、後進のアカデミシャンでもともと別に、あの夏目先生の学習院の射程じゃないけれど、だから宮本博人って言うじゃない、50歳ぐらいの漫画、うん、ずっと漫画研究やってる。
とか、だから、そのさ、あれなんだよね、夏目ふさのすけが、だから漫画では再評価ってやってるわけ。うん。じゃあ、つまり、夏目ふさのすけの重要性って何かって言うとね、やっぱりそのさ、アカデミズムの方にも行ったは行ったんだけど、やっぱりそのさ、漫画師匠ってものの過渡期の中で、すごい大衆性と批評性、うん、あるいはアカデミズム性っていうのを両立させたんだよね。それは、夏目ふさのすけは。それは重要なことで、で、さらに言うと、夏目漱石ってやっぱね、アカデミズムの方に行ける資質があったわけだ。石川純が慣れなかったのはそれなんだよね。石川純はアカデミズムの方には行けなかったわけです。それはあの、資質の問題は本人の。まあ、本人も俺は作家だよって意識が強かったのはあるけどね。だから、それってね、だから、いやだから日本の漫画批評におけるね、要するに夏目漱石のみならず、もう岡田敏夫のことはみんないない、岡田敏夫と大月隆弘はいろいろあったんでなかったことみんななってんだけど、で、石川純もさ、結局、漫画批評の文明だから救いづらいんだよね。つまり今のアカデミズム化された漫画批評の文明だから。から、作家として批評してるからさ。つまり、作家として批評してるのは、バイアスもあるんですよ。って話なんだよね。だから、そういうことはあるわね。だから、で、夏目ふさのすけに代わる人材が今の漫画批評とか漫画研究の業界にいないって問題はあるわけですよ。だから夏目ふさのすけってやっぱ、野武士だったからさ。簡単に言えば、ライター上がりの野武士だったから。漱石の孫とはいい。だからね、うん、だって俺今のさ、漫画研究者のアカデミックな評論よりも面白くないもん、うん、で、夏目先生の漫画評論好きだったんだけど、あの人さ、学習院のさ、先生やってからさ、本出せなくなるんだよ、うん、要するに給料入るから、うん、学習院の大学院教授で。あの人基本的に働きたくない人だからさ、働きたくない人だからさ、かというと、学習院大の大学院教授になってからさ、給料が入ってくるからさ、結構な給料が入ってくるからさ。で、ほら、あれじゃん、学生の指導とかで忙しすぎるし、わかるよ。大学院のゼミやってるし、わかるよ。で、本書きなくすんだよね。本が出ないんだよ、夏目先生、十何年。もう体感したんだから本書きやと思うんだけど。いや、そうそう。でからね、学習院の講義力をね、本にしろと言いたいんですけど、そうそう、じゃあ、ちなみに夏目先生のちょっとだけ一個いい話していい？は夏目先生さ、最近ツイッターで熱いこと書いてるの知ってる？また振られたーって。ああ、それ熱いっすね。あ、ちょっとね、夏目ふさのすけでツイッターググってみ。今、夏目で、それはないね。夏目ふさで、夏目ふさのすけでツイッターググってみ。これはね、ひも手イベントにかかる話ですよ。まあ、ひも手って言えば、結局あれですよね。尾形は、ひも手だったんですよ。あ、だから、尾形について言えば、あれじゃん。作者がさ、ほら、あれじゃん、尾形がさ、ほら、弟をさ、垂らし込む、弟をさ、闇落ちさせるためにさ、汚れにするためにさ、ほら、あれじゃん、芸者置屋にさ、祇園芸者置屋にさ、うん、弟をさ、誘ってさ、ね、童貞捨てたらいかがですかって、弟が誇示するってシーンあったじゃん。で、尾形は、ああいう芸者置き屋通い慣れてんですかって質問があって、うん、いや、ふりをしてるだけですって。尾形、女興味ないだろって話ですね。うん、で、あれ、夏目先生のツイッター見た。あ、また振られた、最近ずっと振られ続け、気の置けないパートナーが欲しいな、どっかにいないかな。何しろ人に会う機会が極端に減ってるので、前みたいなチャンスが来ないだけでなく、さすがに老朽化して。さすがに老朽化してる。どう、何が勃起が他人におすすめできないくらい劣化してない。他人におすすめできない。劣化してない。勃起何やろうみたいな。いや、その劣化しつつある自分自身がなくなっているんだよなっていう。なかなか意味深な。だから、100いいねついてる。100いいねついてるよ。ああ、そうっすね。いや、てかね、夏目先生さ、72歳ですよ。すげえじゃん。てらいなく。しかも燃えてない。また振られたで。夏目先生72歳。夏目先生離婚してんだよね。うん。夏目先生は、あれで、結構、まあ、なんつうの、ほら、表にやられたらしくて、うん、有名な話なんだけど、有名か知らないけど、あれなんだよ。ほら、夏目先生離婚されてるんですよね。子供いらっしゃるんだけど。お子さん二人ぐらいいらして、もう、とっくに成人してんだけど、離婚されてるんだよね。なんで離婚されてるかっていうと、学生結婚だったら、つらいと離婚されてるんだけど、なんで離婚されてるかっていうと、あれなんだよ。要するに、パーティーに出版、なんかのパーティーに愛人を連れてきてて、で、石川純がね、また石川純だよ。石川純が、夏目ふさのすけが連れてきた愛人を、夏目ふさのすけの妻と誤解、勘違いして、夏目ふさのすけの妻に、先日
夏目さんとどう思ってメール送ったんだよね、石川純が何もわからず。で、妻が、私あのパーティー行ってないけど、お前誰と言ってたのって、なって、で、ね、夏目先生、離婚されまして、で、その後、その元妻と、なんか、とりあえず再婚したって報告もあったんだよ、ブログで。うん、離婚した元妻と再婚した報告もブログであったんだけど、どうもまた離婚したらしく、らしく、大変ですね。で、夏目先生、72歳、相変わらず、いや、まあ、夏目先生、禁煙あんた知ってる？いや、見ました。漫画やとだいぶ変わってますよね。いや、でもかっこいい。でも、モテるの分かるじゃん。まあまあ、まあまあ、いや、ほら、白髪で、ほら、うん、純白の白髪で、うん。いや、このおっさん、あの人は背低いんだけどね。うん、石川じゃ180あるで、夏目先生背低いんだけど、うん、まあ、表になるだろうと思うが、うん、夏目先生は表になるだろうと思うが、結局なんか再婚したって聞いたんだけど、また離婚したのかってよく話、わからんのさ、元妻と再婚したって話を聞いたのが、また離婚したのかって話なんだけど、うん、まあ夏目先生は表になる、夏目先生は表になるだろうと思うんですが、声もいいしね。いや、夏目先生いいよね、なんかまた振られたーみたいな、うん。で、俺は劣化してるって言ったら、これだけど、まああの、あれ、二弊的なようで、勃起問題ですかみたいな。いや、まあ。すごい老朽化して他人様にお勧めできないくらい劣化しつつある自分に自信がなくなってるんだよなっていう。いや、いいじゃないですか。だから夏目先生ね、糖尿病だしね、大変なんですけどね。酒飲まないんだけどさ、うまいもん好きだから糖尿病になってたらしくて、飲酒にも打ったらしいんだけど、一時。だからあれだよね、いや、いいじゃない。夏目先生さ、そりゃ、フォロワー何千人もいるでしょ。さすがに夏目先生だから。そうですね。でもあんまりそんなさ、別に淡々とした日常の方しか書かないからさ、あれなんだけど、うん、その、バタフラルタワーで、100いいねぐらいついてる。うん、いや。またってのがいいよね、またって。うん、72歳。72歳、またですよ、また。お前、孫もいるんだよ、このおっさん。うん、このおっさん、孫もいるからね。いやー、孫も2人ぐらいいるからね。いやー。ということでね、吉さん。我々夏目さんみたいに行きましょう。いやー、もうなんか72歳でまただよ、またフラれただよ、うん、てかお前元妻と再婚したんじゃないのかよ、また離婚したのかよみたいな、そういうこといろいろあるんだけどな、うん、いや、そうそう、じゃあ聞きます。いや、じゃあ夏目先生を目指そう。いやー、そんなうんまり夏目先生声がいいからね。あ、まあいいよ。じゃあ、まだ回ってんだっけ。だから、とりあえず、じゃあ、そんな感じで、じゃあ、どんな感じだよ。まあ、とりあえずですね。あかね、YouTube チャンネルはまた続くペコ、あと何、じゃあ、来週の、今週の、じゃあ、映画千夜一夜は鬼畜様を来て、こういう感じでやってくれるペコね。ペコリンペコ。大丈夫だね、ペコ。わかんないっす。なんでペコ。まあ、そんなんで、台無しなんで生きていけないペコ。まあ、とりあえず、はい、じゃあ、バイペコ、ペコリンペコ、はい、ペコ、ペコ、バイペコ、ペコ、またペコ。